はい、皆さん、こんばんは。えー、GBN チャット、今日もやっていきたいと思います。えー、いつもありがとうございます。えー、っと、今日のゲストが、えー、っと、ひるきけんじさんで、えー、っとね、僕、あの、ひるきけんじという男はずっと知ってたんだけど、初めてまともに話したの、この間の、なんか名前すらよくわかってないトラッシュトーキングセオリーだからに、 なんか無理やり絡んでそしたらなんか呼んでくれてでなんか3時間半だか3時間だかわーって喋り倒したのが初めて実際しゃべったんだけどでもなんかずっと結構こう好きであの一応あの顔なんだけど年下なんですけど、えっと、僕が記憶があるのは JBL かなその時になんか選手としてプレーしてて。 まあ英語も喋れて通訳兼みたいな人でこう外人に突っかけてこうテクニカルファール取ったりもするけどチームメートのことを必死で守るしあのだろうそれでいてゲームに対してそこまで失礼じゃないっていうかテクニカルとかは取られるけどエンターテインメントの範囲だったりチームメートを守るっていうことだったりとかあと一番印象的だったのはなんか彼が北海道で。 トースティン・ロイブルの通訳やってた時になんかそのトースティンが最後の試合とか試合中にこう選手にかけた言葉とかをね SNS とかで発信してたんですよね。でなんかその発信もきっとなんかその北海道のためもあるしコーチの啓蒙とかもあるしなんかその SNS の使い方の啓蒙もあるしみたいないろんな含みと意図がある人でもうなんか その人が今こうえっ、ー、と岡山でいろんなことをなんか何やってるのかよく分かんないんだけど GM 犬ヘッドコーチ犬広報犬、えー、何の人なのかよく分かんないんですけどスポンサーまでやってんじゃないかみたいな,なんかよく分かんないけどやっていてあのもう話を聞きたかったら尽きないんで僕多分8時間ストレートで話せると思うんだけどえっ、ー、と今日はこのタイミングでえっ、ー、と先週 えー、B2 昇格決定戦みたいのをやって、えー、まあ試合の内容は皆さんご存知だとは思うんですけど、えー、敗戦した中、えー、今日来ていただいてやっぱり今日はひるきの兄貴にはあの試合というものがどういうテンションで。 どういうなんか伏線でどういう風に入ったかっていう話を僕多分そんな皆さん聞けないと思うんですよね記者会見でちらっと流れてくるぐらいしか聞けないじゃないですかそれはなんか B1 でも B2 でも B3 でもそうなんだけどでも彼はあの本当にそこら辺をちゃんと伝えてくれるし今日もすごいあの今クソ忙しいんですよクソという言葉をあえて使わせてもらうとめちゃめちゃ忙しいんですよ GM とか電話出れないみたいな今の時期って。 だからあのその時期をやっぱり分かっててというかそれでもここに来てくれるっていうのはめちゃめちゃ大きいことなんでえー、っと今日皆さん本当によろしくお願いしますってここのところチャットとかっていうのは本当にこのライブのいいところって本当にチャットでダイレクトにあのコミュニケーションできるところなんでもう兄貴何でも答えてくれるんで、えー、ぜひぜひえー、っと チャットの方も元気に、えー、進めてくださいじゃあえっ、ー、と今日のゲストですちょっと前置き長くなりましたひるきの兄貴ですよろしくお願いしますよろしくお願いします髪はね疲れてるの演出してないですかいやいやそんなことないです <laughs> 本当にすみません今日本当にありがとうございますいあよろしくお願いしますいやもう本当にやばいありがとうございます あのさあ、うん、もう話しづらいと思うんですけどははい、はいみんな聞きたいんで <laughs> 話してください <laughs> で一問一答みたいのやってんのほんとはいつもはい、はい、だけどもう今回のはもうなんかあの濃く話して一問ずつ濃く答えてもらっていいんでなるほど。 はいで皆さんからも質問がんがんくるから、もうやっぱりみんな聞きたいのはあの試合っていう、あもう早速来てるよ、もう仕事したくない顔してるって。大人気だね。えっと行きます、早速。はい、どうぞ。おかずに。あれ、これ見えてる見えてます。ケー。次の10個の質問に対する話を聞いてくれっていう、もう、はい、行きます、第1問。うん B3 の過酷さ、楽しさ、うん、魅力。まあ、そもそも B3 が15チームありますと。うん、で、その何が違うんだ僕ら分かんない人もいると思うの。見れないから。うん、なるほど。バスケットライブで見れたのもこの間のし、<laughs> そもそもホームページ違うし、うん、そっからいこう、そっからいこう、そっからいこう。よろしくお願いします。はい、えー、B3 の過酷さ、あ二2個目が出た。の 過酷さ、えー、楽しさあとは魅力うん,うんまあ楽しさから先に、うん、ポジティブな方から先に言うと、うんはい、やっぱりこう選手たちが完成され尽くしてない<ー>、うん、まあそれはクラブもそうかなやっぱクラブ選手、うんうん、まあそこに関わるスタッフであったり っていうところがやっぱ新しい人たちであったりとかまだまだマーケットがそんなに大きくない状態まあ特にトライフープ僕がいるトライフープ岡山っていうのはできてまだ3年目のチームっていうところでそこをこ本当にゼロから作り上げる自分たち次第でどんな色にも染まるまあ選手とかもやっぱりこう言ってしまえばプロのね 不の字どころか最初の1画目もわからない子たちもたくさんいるしでもそういった選手たちがやっぱり日に日に顔つきが変わっていくことであったりとかこの毎日の練習であったりとか試合に負けるっていうのは楽しくはないんですよでもでもやっぱりファンの人たちも共に成長していく姿であったりとか B3 であるともうファンの人の顔が覚えられるレベルでしかね人数が来なかったりとかそれがこう日に日に増えていくそうすると選手たちがよし頑張ろうって顔つきが変わる瞬間があるそういうのを見れるっていうのはやっぱり B3 ならではの楽しさであったりはするのかなというふうには思いますね。 俺もアスフレにいたからそのファンのことはすごくよく分かってやっぱその B1 だったらファンの人を覚えれますかっていうと、うん、あれだし覚えちゃってその人と仲良くしようもんならなんかさ SNS で叩かれてもかわいそうだしとかなんかあるじゃないですかだけども、はい、その B2 レベルだとまあ割とね、うん、あのアスフレさんぐらいだったらまだちょっとお客さんもあれだし本当に熱狂的にこう付き合ってくれるから。 うん、それはねありがたい全部来てくれる人来てくれるもんねうんそうですね、うんうん、でまあ過酷,過酷さで言うとうん,うんなんだろうなレベルの差が激しいのはちょっと過酷といえば過酷ですねでも、うん、そのなんていうの、えっと、上と下でもう全然段違いにクラブのコミット具合から選手の力量まで違いすぎる でそうすると何が起きるかっていうとまあ大味な試合ももちろん増えるであとはその選手たちがやっぱりこう張り詰めたテンションを維持し,ら維持しづらかったりもするあ<ー>だから50点差で2試合連続で勝った次の週に、はい、じゃあ長崎ですとかっていうのはやっぱり。 コーチとしても大変でしたけど選手たちもやっぱり大変だと思うんですよ。わかる、うんうん。それはやっぱり過酷。で笛も別にこれタブー視することがそもそもやっぱり今の日本は間違ってると思うんだけど笛もやっぱりばらつきはある。これは多分レフェリーの人たちが別にね悪意を持って。うん 岡山のやつら嫌いだからとかひるき嫌いだからとかそんなことはなくてとそう願ってるんだけどあり得る <laughs> 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 まあでまあやっぱり彼らも、ね、日本のトップレフェリーかといえばそうではないから、うんうん、その中でばらつきがあるっていうのはまあある種しんどかったりはするかなとは思ったりはでもやっぱり自分たちがそこにいるっていう現状を やっぱり打開しなきゃいけないよねということはよく選手たちには言ってましたね。僕らは理由があって B3 にいるんだよって、例えば大学で引っかからなかったりとか、プロのチームに所属していたけど戦力外を受けたりとか、君たちがそんなにスペシャルな選手なのであれば、今頃ここにはいないよねっていう話とかは、うんうん、たまにはたまにしていて、だからレフリーをね、自分たちの 試合に影響しないぐらいのレベルのバスケットをしなければいけないんじゃないのっていうようなことは言ってましたね。あのレフリーに一番文句を言うチームが。<laughs> 一番文句言うんだ。多分僕らがぶっちぎりじゃないですか。かまあうちにはジェフリーパーマー君もいるんで。ああ、ジェフリーパーマー君はどこ行っても行ってるからね。そうですね。<ー>うん、なんか審判のことってなかなかわかりづらいと思うけど、 突然、うん、その今、えー、B1、B2、B3 で51チームみたいな。うん、で、昔なんて JBL で8チーム、はい、JBL2 で何チームだ ?10 チームぐらいだよね。そうっすね。で、ダブルのチームも8チームとかから今増えて12チームぐらいあるでしょだから、そしたら、うん、えといきなりその、なんだろう、2人制でやってたもんが3人制になり、うん、だから審判の必要な数っていうのは、試合数も膨れ上がってるから、 うん、審判の負担、やばいん、ね、いや、すごいと思う、ね。やばいっていうか、増え方が、うん、要は。だから前まで、その JBL の選手だったら、じゃあ全部で適当ね、適当な話だけど、うん、100人でしたっていうのが51チームになったら、510人になってますみたいな。で、それをそさばける審判の数が、多分なんかこれぐらいだったのがいきなりボコンって必要になるから、うん、ボコンって増やしたわけでしょ、う。多分審判側も。いやいや、だと思いますよ。 だったらさっきあのほらプロのプの字でもない、一画面にも及ばない選手がいる B3 って考えたら審判だって、プロの審判、お金をもらってこうやっている試合をさばける人、それなりに。 まあしかもねあんまりうまくないとか外国人がいるとかいろんなところも裁ける人が何人いるかっていう問題だよね、うん、だからそういう面では波も出るし難しさっていうのはだ批判ではないんですよ批判したい気持ちもきっとあるんでしょうけど、うん、今日は最初大人なんで <laughs> なんかまあそれが現実だなとは思いますねだからそこに対しての もちろん時間をかけて熟成されていく実力もそうだし多分コミュニケーションであったりとかも変わっていくと思うんですようん、うん、でまあ変な話じゃあ B3 からしたってプロじゃないじゃないですかでまあ外国人がいるチームなんてね言うてあのチームあるんだっていう感じまあねきっとリンタスとかね JR 東日本とか多分それぐらいじゃないですかはい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  のレベルも違うしパッションもやっぱりんうんうん、うんうん、選手たちの持ってるで、うん、えっと僕はアマチュアと B リーグの笛っていうのは全く違うものだと思っていてそれはもちろんお客さんが入ってルールは一緒なんだけど、うん、お客さんが入ってることもあるし音響もあるしその1個の笛がすごくクローズアップされるあ<ー>だからそれがアマチュアの試合とレフリーにかかる心的 スストレスが日じゃなああもう絶対間違いない間違いない。でそれに彼らがやっぱり慣れるにはとても時間が必要だと思うしで何が言いたいかっていうと、うん、B3 の1個下がもうアマチュアなのであればアマチュアはまあ言ってしまえばえっとまあ少しずつちょっと状況は変わってるのかなとかレフリーの方もかなり歩み寄ろうというまあ実際そのガイドラインにもうちょっとやっぱ コミュニケーションを取りましょうねというようなことが<ー>通達が出ていたりとかっていうのもあるからレフリー側からの歩み寄りっていうのもすごく見られるけどでもやっぱりじゃあ学生会とかっていうところを見ると、うん、レフリーが符を吹きました絶対手を挙げなさい質問は許されませんみたいな地域とかもあるしある,ある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 でその次のステップがいきなり B3 に来ちゃうと特に今の B3 って実業団ヌルヌルのチームじゃないから ね、実力はそれは B1B2 と比べたらね実力は劣るかもしれないしコミュニケーションの仕方も B3 の方が僕は正直子供だと思う、うん、論理的じゃないしルールの解釈もやっぱり B1 とか B2 のコーチや選手たちの方が圧倒的に高いと思う特に B1 ですねっていう中でいくとあのいきなりそのアマチュアの笛を糧にステップアップしていたレフリーが この B リーグという舞台に上ってくるでいきなり質問をするのが当たり前うん、うん、答えられなければ失礼失礼というかうん、うん、やっぱり選手たちからのリスペクトを一瞬で失ってしまうはい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 、はい、でそうするとあのレフリーはルールを司るものであってゲームをスムーズに進行させるためのものなんだけれどもえっとお互いのリスペクトがある ことによって、その選手がどこまで、まあ、要するにガタガタ言ったりとか、ずるしたりとかっていうのは絶対にあるんですよ。で、B3 でよく起こるのが、英語が喋れない方だったりとか、外国人への対応があんまり分かんない方がいる。で、それも彼らの成果といえば、その時間が解決しなければいけないことであったりとか、そもそものプロのレフリーになるための。 ハードルをじゃあどこに設定するのかカリキュラムをどう設定するのかっていう話に膨らんじゃうんだけれどもまあもちろん外国人とのコミュニケーションは日本人とは全く違うわけですよ違ううん分かるなぜかというのであれば外国人って往々にして顔がってなってて声も大きいけれども<顔>言,言ってることが実際論理的だったりするケースっていうのもま,まあるあはい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  でそれは彼らの中では普通のカルチャーだったりするから、うんうん、でそれに対してもちろん外国人も日本でプレーしているのだから、どこが日本のレフリーのラインかっていうのは見極めなければいけないけれどでも、そこに合わせるっていうのはあまり世界基準ではないなと正直、個人的には思う。ただ、これは人によっては意見が違うだろうから、まあ置いとくとして。で、何が起きるかっていうと、そのレフリーの方が説明できない、うん、もしくは。 説明できないがゆえに、うん、やっぱりゲームの進行を司るという役割を負っている以上、次に進みたいわけですよ。うん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 。ってなった時に、まあ、例えばこれが海外の審判とか、B1 のレフリーとかだったら、もう吹いた笛は取り戻せないんで次のプレーに集中してくださいとか、NBA のレフリーとかだったら、フォーケス・オン・バスケボーとかって、もうはっきり言ってきたりするんですよ。もうしょうがないからって言って。それを説明できなくて、うんうんうん 笛を加えちゃったりすると。ああ、威嚇ね。テクニカル吹くよみたいな。そう、そうすると、それはもしかしたら、日本人のレフェリーからしたら、お前なんだよ、吹くぞっていう意図はないのかもしれない。ああ、次に行こうとしてるだけなのかもしれない。あいやいや<何>、えっと、テクニカルを吹くという脅しではあるんだけれども、そのニュアンスが適宜ではなくて、うん 収集がつかないのでテクニカルを吹かざるを得ませんよという意思表示の表れかもしれないけれども分からないじゃない、うん、それは選手からしたらうん、うん、だからかそこは b 3の笛がまあおそらく日本で一番荒れているであろう理由はそこだとは思いますねもちろん選手のレベルが低いのもあると思うけどあーすげえよく分かるそのやっぱり高校とかの先生と話してると なんかちょっとあの子全国行き始めてからなんか俺が審判してた時にこういう態度取り始めたあいつみたいな勘違いしてるみたいなことを言うからなんかそのなんて言うんだろうそのしつけとそのあれがごっちゃになってる人がいて多分その人がプロに来た時にそういうコミュニケーションとかそもそもの考え方がちょっと違ったりはすると思うしあと選手側もさ B2B3 ってさ なんか俺 BJ とか行ってすげえ思ったけどうまくないからななんか大きく見せようとしない、うん、自分がその例えば B1 の子たちと同じような態度を取ろうとするというかなんかそのなんか俺もルール分かってるみたいな感じでなんか無理してなんか大きく見せようとしたり態度を大きくしようとしてる子っている気がしてて。俺はかかだから なんかそうすると、なんかどっかで審判の人たちもお前ら B3 だろ B2 だろみたいな、ちょっとそういうところが、うん、だから逆に、こう例えばそれが川崎とか宇都宮とか吹いてると、なんか選手とかもう代表選手とかほらそこのコーチたちだから、割とこう丁寧にいくんだけどまあバイアスはあると思すよね。 うん、<だ>結構上から来られることあるから審判かえなんでそういう口聞くみたいな俺なんか言った君にみたいなちょっとまず,、うん、まずそこから行こうかみたいな俺だから審判すごい噛みつくって言われるんだけど、うん、あの本当に紳士的に言って、うん、はとかって言われることがあっていやそれやったら許さない、うん、なんかこうちょっと今の質問していいですかつないないとかっていうやつがいてはい」みたいな「<laughs> ないないって何?」みたいな。 うん、だからんか俺は全然加藤さんとかに吹いてもらえなかったからうるしま大悟はよくあったんだけど、うん、その加藤さんと1回だけなんか茨城のえっ、ー、とね、うん、オリンピック前の、うん、えと埼玉のなんかオリンピックのこう同じセッティングでやるみたいなテストゲームに呼んでもらって1回加藤さんに吹いてもらったのよ。うんうん、したらさ正直全然間違ってるわけ 俺が見た角度からすると全然そのアグリーできないその同意できない笛はたくさんあったわと、うん、その試合に関しては。うんうん、多分なんかいろんなことを考えて吹いてるから集中してなかった多分その要は音がどうだとかさ、うん、なんかオリンピックのイメートレしながらなんかあそこに得点板があってみたいなのを考えながら明らかにキョロキョロして吹いてるから、うん、なんかあんま集中してる感はなくて。 うん、だけどあのなんかコミュニケーションの取り方が間違える前提で話してるっていうか、うんまあ、東堂さんにはそう見えたんですねみたいな、うん、で自分にはこう見えましたみたいなで、うん、後で確認あの他のそれを吹いたクルーに確認するし、うん、それは伝えときますとかそこまで言い切ってくれるから、うん、俺あの人だけそういういコミュニケーションを取ってくれた、うん、最近はねずいぶんだから東堂さんが今リーグ1年だけか。 1>, 1年だけまだ。あと、来年も休まなきゃいけないから、2年いなくなるけど、うん、レベル上がってるしたら、コミュニティ,ティめちゃめちゃ上がってるすめちゃ良くなってるす努力をするようになったすなるほどね。だからでもさあな。あなたすごい紳士的じゃん、うん、話し方。あまあ、まあ、一緒ですよ、東堂さんと。とバイアスありきで来られて、えっと、昼気でしょ、<laughs> 昼気でしょみたいなノリで来られると、 あもういいです、僕はあなたと関わりたくないですとかって結構試合中で言いますね。俺は、ね、ずっと追いかけ続ける、言い続ける。えなっていました、今さっきみたいな。あの人、こんなこと言ってますけど、うん、ちょっと待ってくださいみたいな。うん。<laughs> 性格悪いから、ま。なんて言うんだろうな、えっと、コミュニケーションは取れるようにはなったと思います。で、<ー>えっと、取れるようっていうか、取る努力はできるようになった多くの、特に B2 <ー>から上は、 かなり意識はされてると思います。で、次のステップはそれを簡潔に喋る言語力。あ、はいはいはい。うん、だから,今までだら、今。そうとアンドクリアね。そう、二十、二十五使ってたのを午後で。もう。意見をスパッと言って、次の進行に進むっていうのは。なるほどね。うん,うん。次のステップなのじゃないかなというふうには思ってはいる。面白すぎる。 いやあなたすごいこれ終わんねえなだめだちょっとあのごめん次行くよどうぞ <laughs>、まあ、来たから2番目はっきり言ってアルティるリる丸る、うん、丸るベルカはチートだ、うん、いやもう A しか書いてないのに <laughs> アルティリって言っちゃってるじゃん <laughs> えだってアルティリ分かる、ね、えっとはい、えー、チートではないですなぜなら同じ人間だからです OK はい、でもさっきほら、やっぱそのチームの差が、格差がめっちゃあるって言ってたじゃん。うんうん、あれはどう見てますかえっと、あれは、えっと、下が良くないと思ってる。下がプロに参入してくるのであれば、最低限整えろと正直思います。あー、なるほど。だから、うん、僕はよくないなと思います。えっと、そこの、 お金を削る場所が違うかなと。だから要するに、うん、えっと、まあ、B3 だったら、おそらく1億5000万から2億ぐらいあれば運営できるんだけれど、えっと、それだけ集めてくる努力ができるのであれば、うんうん、えっと、正直 B3 レベルだったら、1チーム2500万ぐらい伝えば、えっと、外国人も日本人もとりあえず食うには困らない。まあ、そんな多くはないよ、多分ね。 20万、30万とかそういうレベル、外国人だったら30万、40万とかそういうレベルだろうけど、っていうのは渡せる。で、それを、それすらもしないとか、遠征に全員連れてけないとかる、スタッフの人数を徹とすそ,そうそうそう。<laughs> だから、ご飯代を出さないとか、遠征の時の、うんうん、契約書に書いてあるんですよ、ご飯代出さなきゃいけないって。うんうん うん、あっ書いてるんだよね。そうだよね。そうだ。あれだ。うんうん、統一契約書ね、うんうん。で、それすらできないのであれば入ってくんなとは思います。うん、そっちもあるからね。いつでもあるからね。うん、そう、いや、そうなんですよ。ね、だから、いや、みっともないなと正直思うし、えっと、そうすると何が起きるかっていうと、今までバスケットを高いレベルでやってきた選手とか、パッションを持ってる選手に、 もちろん人によりけりだと思うけどせっかくタレントがあったりして、うん、まあまあまあねタレントがないから B3 にいるっていう考え方ももちろんできるんだけれどもその、うん、じゃあいやもうただだったら無理でしょう俺彼女と結婚したいしとかガキできたしとかありえるわけじゃん。うん、でと,とか、まあ、じゃあ1から10のスケールで言って、うん、8の選手はお金がかかるから取れない。はい で、5の選手だったら20万で取れるかもしれない。でもその20万、まあだから年間240万ですよね。うん、を蹴散りたいから、むちゃくちゃ下手なやつをゼロで取るとか。5で取るとかね。そう,そう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 。だからそれは何なの、うん、とは正直。ファンにも失礼だしな。あの、うん これでいくと、まあ、B3 全体の話というよりはもうあの実際の昇格戦の方に持っていきたいんだけどどうぞえっとあれ記者会見でさ今回やっぱ作ろうとしてたものが、まあ、このチーム2つのチームの参入によって変わったみたいなことを発言してたと思うんだけど記者会見ですかその辺の、うん、その辺の話を記者会見か記事か何かで見たんだけど記者会見じゃないですかねだよねでそこの話をちょっと、うん えっとまあアルティーリー千葉と長崎ベルカが入ってきたことはバスケット界全体で見ればこれは素晴らしいことだと思います、うん、なぜならばチームビルディングの形は違えどそれぞれの方法で、うん、その昇格するためにはもしくはより良いチームになるためにはというところをすごく突き詰めていると思いますそれはプロクラブとしてとてもあるべき姿 だなというふううふには思うもちろんねその潤沢な財源があるというのは、うん、えっとその大前提としてあるけれどもだけれどもその遠慮がない感じ、うん、僕は逆にお金があるチームがお金を使わないのはそれはそれでダサいなとは思うからお金あるんだったらもとことんまでに使って死ぬ気で上がれようと思うんだけど、うんうん、だからえっと僕が3年間 B3 に,にいて 正直、1年目の佐賀とか、ふざけんなよと思ってましたし、外国人が5人も6人もいて、で、B1 から選手、B2、B1 から選手取ってきたりとか、まあ、そもそもルイスギルを、ね、日本の3番目のカテゴリーとか、意味わかんないところに入れて、で、言って安田君もね、B2 のヘッドコーチで昇格、それこそ B1 に上がるかもしれなかったコーチだし。そうだよね。それがアシスタントだもんね。 うん、そうっていうのとか、まあ、今年の千葉だったりとか長崎だったりとかは、うん、もう本当に潔いいいぐらい徹底的にやるじゃないですかそれは僕は逆にすごくその姿勢にはリスペクトを持っていて、ね、でそれが入ってきたことによって明らかに、うんうん 千葉であったり、あ、千葉じゃない、静岡であったり、岩手であったり、確かに、確かに。であったり、えー、っと、まあ、来シーズンで言えば、エクセレンスも、あれが、千葉、長崎の影響がなかったら、今までのエクセレンスゾーンを貫いてたかもしれない。うん、よ,よくも悪くも。うんうん、あ確かに。一回、ちょっと解散というか、大きく編成が変わるもんね。うん、若手に振り切っていくというか、スタッフも離れてるし、うん、確かに、わかる。そこは、引っ張り 頑張ってくれたなというところはあるしバスケットの面でいくと、まあ、かなりのチームが自分たちの現在地っていうのがどこにあるのかっていうのを見つめた状態で今シーズンそして来シーズンまあ多分エクセレンスとかはもう今年鼻から勝つ気なかったと思うし。 わざとね。だから、どう考えても、どう考えても、だって若手使いすぎだし。なるほどね。育成の年にしたと。で、それってやっぱり、それってやっぱり来年を見据えていたりとかっていうところだと思うし、あの、やっぱり静岡、鹿児島、その辺りは明らかに。 クラブのスタイルが変わった、まあ。コミット具合が変わった。今までこれぐらいでいいだろうとなっていたものがそうではなくなった。あねまあ、静岡はもともと上がろうとはしてましたけれども、それが、ねそね、年最初の2年間うまくいってなかっただけで。まあ上位になろうとしてたチームが岩手とか、まあ、エクセレンスも当然上がってくるチームだし、うん、だそういうチームよりもはるかに上に上の層にもう2チームドンとできてしまってたと。 うん、で今年に関して言えば、えー、と昇格の試合で言えば、えーと、ちょっと特殊だよね、レギュラーシーズン1位で抜けたチームがもう自動昇格で、はい、で去年、岡山が一応、昇格権みたいなのを取る、取らないみたいなところち、ちょっとそこの詳しい話は分からないんだけど、岡山が何らかの権利を去年持ってるから、うん、今年二2位のチームと岡山が試合をやって、うん、で岡山が2位だったら、岡山ががそのまま上がってたんだよねそうです、そうです、そうです。 だから岡山2位のチームと岡山がやってでその試合がこの間のアルティーリと岡山なんでだ岡山からすると去年取ったその昇格の権利っていうのを今年も保持してて、うん、でその最後、シーズンが終わって1ヶ月丸々空いて、うん、その間、試合をするとかもまあほぼできないじゃん、おそらく。 関東にいればまだ大学生とかとやれるかもしれないけど、はい、まあ,あの俺地方の人から聞いたんだけどやっぱその地方で地方の大学と試合しても全然そのプロのあれにもならないしもう正直あまあその地方行ったらさ高校生のインターハイやるチームとインカレ出るチームが試合やったらもう第一クォーターで20点差10点差つくからね高校生が勝っちゃうからですそう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 いうそうそうだからみんな知らないと思うんだよね多分そのレベルの差を、うん、その全然。うん だか,らだからもうね、B リーグのチームとやったら話にならないじゃん。うん、だからそういう面でいうと、土地のりって全然あるから、関東だったらね、全然普通に一部のチーム強いからね、うん、負けたことあるよ、<laughs> 練習試合やって、だめな話だけど、うん、外人いなきゃ、ね、結構やられるとこもあるし、そう考えたら大変だ、2>, うん、2年越しに準備して1ヶ月空いての先週の土曜日の <laughs>、うん。うん ってことでしょしかも突然横入りじゃないけどアルティーリと長崎は噂では聞いてたけど案の定あそこまで揃えてきたかみたいな、うん、それで迎えた土曜日の日っていうのはなんかチームを自分は何年かかけて作ってきたわけじゃん。うんうん でそれが崩れたみたいな話を記者会見でされてたと思うんだけど、はい、結局そこへの悔しさとか思いとかやるせなさっていうのはあるありますよもうシーズン最初にもうこれね多分メディアとか掘り下げたら出てくると思うんだけど、えっと、僕はもうシーズン一番最初に長崎とかアルティーリを見た時に、うんえっと、今のままの自分の トライフープの成長プランじゃ間に合わないと思った。だ本来、まあ、僕が一番最初にトライフープのバスケットに手をつけたときにやりたかったのが、まずディフェンスのスタンダードをプロレベルにすること。で,で、えーっと、プロフェッショナルのバスケットボールであれば当たり前のことを当たり前にすること。何かっていうと、具体的に言うと、うんうん えっと、僕はよくネクストディフェンダーっていう言い方をするんだけど次のディフェンスが見えた時点でお前の仕事は終わってると。なぜならばあなたがそれがあなたにとってアシストがつかなかったとしてもチームメートのためにショートクローズアウトロングクローズアウトっていう言い方僕はするんだけれども、うん、ショートクローズアウトを作るだけでも味方のチャンスを増やしていることになる。それを 欲張ってファンシーなドリブルをしてみたりスペ、ね、スペクタルクルなパスを狙ってみたりとか、コンテストされたジャンパーを打ってみたり、うん、それは子供のバスケットだよと。うんうんうん、おお、そこまで言うんだ。うん、それは、えっと、うん、まあ、えっとね、実は、まあ、それは突き詰めると、その先にそういう大人のバスケットもあるんだけど、結局、えっとまあ、その話にもお祝い,いします。えっと、で、うん、それを一番最初に取り組んだから、やっぱり僕は、 ドライブキックであったりとか、うん、ペイントタッチ、スペーシング、リプレイスメントっていうのはすごく大事にしていた、うんうん。なんなら本当に1年ぐらいかけてずっとそれをやっていたし、それをチームたちの、チームの、えー、っとカラーともしていた。で、やっぱり見ている人はそれは楽しいし、うん、選手たちも楽しいし、うん、みんながボールを触れるから。うん、ただ、結局、 長崎とか千葉とか、まあ要するに B1 レベル、僕は B2 はちょっと申し訳ないけど、うん、そうは言えないなと思うんだけど、B1、うん、レベルであったり、まあ昇格レベルのチーム、B2 の。うん、うんであると、うん、結局は相手の、それがバスケットの IQ なのか、スキルなのか、もしくは長さ、フィジカルタレントなのかによって、 今まではショートクローズアウトができていた、今まではワイドオープンができていた、今まではペイントタッチを誰もしょってない状態でできていたのが半分体がついた状態であったりとか、ワイドオープンなのがちょっとコンテストされていたりっていうのが発生してくる。だから結局はボイルダウン、うん、えっと煮詰めていくと、うんうん、そのタフなポゼッション。はい もう決めれる力っていうのも身につけなきゃいけなくなるよね<ー>という話にはぐるっと回って帰ってくるんだけれども一番最初に B3 を手をつけた時にはまだそのレベルではないよとまずはワイドオープン作ることを覚えてくださいエキストラパスすることを覚えてくださいディフェンスが見えたら誰かがアドバンテージがあるということを理解してください というディフェンスにはそれぞれアサインメントが全員にあってボールを持ってない選手にもスペーシングというアサインメントがあってっていうのを理解してくださいというのに取り組みましたただ千葉と長崎が入ってくることによってそれを止められた時に今度は違う武器であったりとかコンテストされていてまあだからえっと僕よく100点のシュート とかっていいう言い方をすするんですよペイントタッチ、ワイドオープン、キックアウト、エキストラが、エキストラパスが100点のポゼッションだとするのであれば、うん、相手のレベルが高くなってくると、100点のポゼッションが作れるのが、ワンゲームの中で何ポゼッションありますかって言ったら、もしかしたら片手で数えれるぐらいかもしれない。はいはい、っていうことは、選手たちが身につけなければいけないことは、60点のポゼッション、70点のポゼッション。 ししかかこここのポジションででは作れないかもしれなないいもここ妥,妥協って言い方は好きじゃないけれども妥協しなければいけないかつそれをプレイメイクしてこなければいけないっていうところのバランスが長崎と僕は正直その、えっと、一番最初のベーシックな部分を教えることで昇格までいけると思ってたんです B2 の。 で B2 に行ってから今度はその60点70点をで,、はい、で自分のプレーメイクを決めるのかもしくは100点を,を目指すのかっていうところで、うん、を取りかかればいいなと思った B2、うん、に1回上がれば、うん、なかなか落ちることがあるなと思ったからただそれがやっぱり長崎と千葉が入ってきたことによってだいぶプランを 早送りしなければいけなくなったそれはいつ分かりましたもう最初シー,ズンシーズン最初最初、うん、プレシーズン見た瞬間に分かった天皇杯で思いましたねああそっかあの、うん、えっと長崎が B1 に勝ってった3六月かな、うん、とかでもうあ違う、まあ、設定を変えなきゃいけないっていうこと天皇杯で疑心を持って11月にベルカと当たった時に確信に変わりました あーそっちか、OKOKOK。それは選手に伝えたえー、その100点、60点の話とかはしなかったですけれども、このままではいけないよというのは言ってはいたけれども、その僕の中でそれってすごく難しい塩梅でうで、うん。う シーズンってやっぱり毎回の練習が大事だし、毎回のゲームが成長の機会であるというふうに僕は考えてるんですよね。で、その中で、やっぱり彼らを、まあ、言ってしまえば全否定する、今まで取り組んできたことが無に感じてしまいかねない言葉ではある。 わかる。基準をね、しかも自分で設定した基準なのに、いきなり変わるわけだもんね。あ、そうです。だから、今回、今回っていうか、今年に限って言えば、選手はすごくやっぱり僕にフラストレーションを抱いていたなと思う。なぜならば、今までと違ったと思う。多分、過去の2年間で、僕が選手に求めているものであったりとか、<ー>今までであれば、 選手を我慢して使っていてプレータイムが割と長く、うん、ねまあそんなにうちってトライフープって3年間連続で圧倒的にタイムシェアなんですよ<ー>圧倒的なんですよ3年間<ー>ずっとそうなんだ P3 の中でどんなシェアでもみんなを使ってきたうん<ー>なんだけれどもそれがそうじゃなくなっていく瞬間があったりとかああなるほどねいやこれ選手に聞いてほしいな、うん いや、でも、それは、なんか、僕もやっぱり、ね、まだまだコーチとして勉強をしなければいけない身であって、その選手にどこまで何を伝えるのかっていうのは、やっぱりずっと葛藤の毎日だったんですよ、今シーズンは。です。うん、だから結局。 ねえもうたらればになるし僕は後悔はしたくないタイプだから、うんうん、ただ教訓として、うん、自分が信じてる選手たちなのであればそれはやっぱりもっと腹を割って早い段階で、うん、自分のありのままの評価を伝えるべきだなというふうには思ったしなかったのはなぜえっとね毎日の成長 の方を多分取りました今年で言えば、えっと、外国人のビッグマンのところ、オリビエのところがやっぱりディフェンスがあまりできない選手、もうシーズン終わったから全然関係ないからどうでもいいんだけど、喋るから。やっぱディフェンスを、まあ、やらない選手、そしてやれない選手がいることによってああ、まあ、ディフェンスってやっぱり5人全員がある程度同じスタンダードを持っていないと。はいはい、だから 変な話、ジャック・クーリーもディエンスはそんなにできないですよ。ただ、うん、ジャック・クーリーの場合は、うん、自分がディエンスをできないなりに、うん、自分が与えられたエリアは頑張れる子なんですよ。うん、リバウンドあったり、体張れるからね。うん、そう、で、ッパー出てることはできないけど。うん、そう、で、例えば、まあ、別にディエンスを、ピックアンドロールを一口にドロップをすると言っても、手を下げて、うん、ああ、もう俺関係ないやってドロップするのと、ちゃんと手を上げた状態でドロップをするのとでは全くディエンスの圧が違う。 というふうに僕は考えるいいでいいその違いが、はい、まあうちのオリビエとジャック・クーリー君だと思うんですよね。ああなるほどね。うん、そうでそれがそれが起こることによってえー、っと要するに他の選手まあそのインディビジュアルの選手たちの否定をするよりもチームのコンセプトを守る。 方に僕は奔走していいたというかあーなるほどね。はいはい。分かる。分かる。うん、分かる、うん。これ分かってもらえるかな。分かる。それ、あと言わなかったのは、やっぱ選手たちの自信とかプライドじゃないけど、まあ、去年まで培ってきたものを、まあ、突然基準が変わることによって、パコンって否定することにもなるわけじゃん。うん、それもチームが崩れるのはちょっと恐れてた部分もありましたね。あーやっぱりね うん、ただそこを怖がって結果もう本当たられバロンだから分かんないですけどやっぱ怖かったは怖かったですよね。選手の選手、うん、の感情は僕は割と汲み取れる方のコーチだと思うし。うんあのー そういういのが自分の割と得意なエリアではあると思う。だからピックアンドロールこう来たらああして、じゃあ次このディフェンス展開して、ああだこうだって言って引き出しが無限にありますっていうタイプでは僕はないから。はいはいはい,はい、はいうん。なんだけど、今年は3年間やっていた中で、選手たちが自分の心から離れていってしまうんじゃないかという恐怖はやっぱり常にあった。あ<ー>でトライフープって というチームにおいてはやっぱり僕はスペシャルな選手はいないと思ってるまあそれは彼らにも言うしだけどみんなが一緒に同じコンセプトにのっとって高いスタンダードを持つことによってスペシャルなチームにはなれるよということはずっと言ってきたいいねそれが僕から心が離れてってしまうことによってトライフープじゃなくなるううんん そのチームとしてのエナジーっていうのがなくなるという恐怖感はあっておそ、うん、らく僕はそっちを取ったんだと思いますあすごいわかるこれアスフレ、うん、エベスさん時は割ともう基準を最初にポンってやっちゃったからやっぱりこうできないことを求めちゃったんだよね、うん、アスフレの時は割と合わせたけどでもやっぱりこうねあのチームが群馬みたいにバンってこう ね、あのかけ離れたチームがいると、うん、ちょっとその基準がぶれちゃったりすると選手も混乱しちゃうし、うん、すごい分かる難しかったそしたらこれは、うん、きっとそこになるのかな今年一番のチャレンジ、えー、成果はまあ一緒ですね成果も失敗もやっぱり自分の取り組みに対して 妥協であったり、コミュニケーションに対して妥協であったり、怖がってはいけないなという思いはありましたね。やっぱり振り返って、まあ、僕、記者会見でも言い,ますけ言いましたけれども、40分間に対しての後悔よりも、ワンシーズンに対しての後悔が大きいと。だから、もっと言うのであれば、まあ、あのゲームに関しては、 僕個人のコーチとしての考えでいくと、うん、まともに今までやっていたことをやって、僕は勝つイメージが湧かなかった。だから、まあ、というか、そもそもオリビエがいる時点で何かを捨てなきゃいけないんですよ、僕らのチームっていうのは。はい,はい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 。ディフェンス面においても。はいはいはい オフェンス面においても、はい、彼はやっぱりネクストディフェンダーが見えたら出すという習慣はなかったからそういうタイプじゃないよねそうだからえっとその中で何かをもうそもそも何かアジャストメントをオフェンスでもディフェンスでもしなければいけない状態で望んでいる出すためには普通に自分たちのスタイルを徹底すればいいという試合ではなくて あの試合に関しては何かちょっと秘策をいくつか隠し持ってなければいけないそのまあ歴然とした差があるとジャッジをしていた試合前に、うん、そうですねおおよそそんな感じですまあゲーム前から主者選択をしなければいけないということがどれほどのディスアドバンテージかというのは思い知らされましたね、うん、分かりやすく言えば誰だってあんな杉本君だって別に下手じゃないから 誰だってあんなに開けたくないし、じゃあ杉本君の、じゃあ、杉本君をまっとうに守って、じゃあスリーポイントも,も抑えてっていうのとなると、多分ペイントタッチをされる、ペイントタッチをされると、コッツァーのシンクのところをやられる、もしくはシューターにキックアウトされる、チーム全員がボールタッチした状態でっていうところになる。であるのであれば、ガードの杉本選手であったり、藤本選手っていうのが、 プレーをメイクできるかかどう,かっていうあそこを決めなければ逆にボールも回ってないし、で、うん、それでリバウンドを取って走れて、ある程度アドバンテージがある中で攻めれて、それが2ポジション続くと、またちょっと流れが変わる可能性がある、うん、でもそこを最初から決めてきてるみたいな。そうですね、だから素晴らしいパフォーマンスだったと思いますし、あ,<ー>あの、まあ、 あとはまあそのためにお金をもらってるんだろうなと思わせられる活躍したのはやっぱり小林大輔とイヴァン・ラバネルはやっぱりあの小林大輔に関しては本当にタフなねショットを決めていたまあというかそのさっき言ってた100点60点の話じゃないけどチェアとしては別にそんなにいいポゼッションじゃないのをしっかりと2点に変えてきたっていうのが彼は何回もあったしラバネルも何回もあったし。 まあ、決めきる個人技で決めきれるんだよね、100点満点のシュートじゃなくても、やっぱりそのスペシャルなさ、B1、うん、でもそうだよね、うん、なんかコンテストされてても、どんなにオフバランスでも決めるシュートを決めるから、うん、それがチームとしては本当は30点、20点で、ああ、それ打つなって思っても決められるっていう、しかも大事な時に、うんうん、その差はあるよね。これちちょっっと1回戻っちゃうけど じゃあ今の今シーズンの反省がいろいろある中でえともしかしたらえとこの試合に関してはえといつもと違う準備をしなきゃいけないっていう,こう葛藤というか持ったままチームがまあ試合前に望んでいくわけだけどその時のチームの雰囲気っていうかさそのこの試合に向かっていくっていう一体感みたいなものっていうのはどうだった幸いいにも僕は素晴らしい選手たちを コーチすることができてるこれはもう本当に光栄なことであって、うん、あの彼らは今までと違うバスケットに戸惑いながらもおそらく僕への不信感があったであろう中でも、うん、本当にそれを遂行しようとしてくれてたしあの信じてくれてたようには思いますね。 で、自分たちが勝てるという思いも持って望んでくれたと思うし、だからまあ、ミスエクスキューションであったりとか、ね、ショットが入らなかったりとかってゲーム中にはありましたけれども、僕があの試合で選手たちに、彼らのせいでこの試合を落としたなんていうことは一つも言えないなとは正直思ったな。うん、ない思うことがあるとすれば、シーズンの 序盤から自分たちがどういう位置にいるのかっていうのを認識できていれば結果は違ったのかもしれないただそれは昨年の2位を取ってしまったがゆえの部分はあったと思うああああまあもう一個付け加えるのであれば昨シーズンもこの6月ぐらいのくもそもわけわかんない時期に終わったんですよあそうすると僕はやっぱり選手たちに 気持ち、<う>心と体を入れ替える準備をやっぱしてきてほしいから、オフはある程度与えたいんですよ。うん、もちろん。うん。で、その中でね、やっぱり、まあ、ビザの関係もあって、うん。あのー、本来入ってこれるはずだったビッグマンが入ってこれなかったりとか、うん、うん。っていうのもあったし。なるほどね。うん だからその自分たちのチームカラーに合った選手であったり、コンセプトに合った選手。だからまあ変な話をすると、さっきから、ねうん、オリビア選手の悪口ばっかり言ってるように思うけど、彼はうちにのスタイルに合ってないだけで、うんうん、別に悪い選手ではない、だから使いようだと思う。まあ、彼が B3 とか B2 にいるにはそれなりの理由があるけれども、はい、別に使いようだと思う。ただ、うちには合っていなかった。 というでーー、えっと、その中で選択肢があまりなかったというのはあるかなと思う。<ー>それが結構大変ではあった。すごいな。全部そうやってこれを台本を見ずに喋っているあなたがすごい。これがあの試合前のスピーチかな流しの。はい、うん。Hey, listen. Nothing s p e c i a l o、okay. k Nothing special. 特別なことは何もないよ。But This game will change our careers, okay? okay? Probably the biggest game for most of us in our careers, okay? But we don't have to do anything special basketball wise, okay? Keep working together, keep playing defense, keep communicating, okay? They're gonna make runs, okay? I okay. There's gonna be bad calls. Okay. There's gonna be defensive errors. Okay? But for 40 minutes, okay, we're gonna play as a team. Okay? Alright, let's go. Come on. Y'all hey, know I, I never really say too much. Um,

俺は全然悪く感じないけどね、雰囲気的にも集中してる感じもしてるし、なんかこの選手もあれでしょ、うん、俺あんまり喋んないけどって、前振りってきてたけど、やっぱこういう締まり方だし、うん、なんか結果なっちゃったけどっては思うけど、個人的に聞きたいとしたら、うん、そのビッケストゲームっていう、うん、もしもう一回やり直すとしたら。うん分かんない俺 どういういテンンションなのかやっっぱ2年間待ててきて、うん、でも勝てるかもしれないからねわかんないワンゲームだけだからさ、うんうん、あまりは全然持ってけるからわ、うん、かんないよね、うん、アルティーリが負けると思ってないだろうしみんなまあ多分うちのチームが雰囲気良かった理由としては、うん、彼らの持ってる人間性だと思うし彼らがこのトライフープ岡山っていうもので培った成長 だと思う、うん、もうそれにつきますね。もちろんバスケットもそ,こそこは大事にしたかったわけじゃん。うん、それを一番頑張ったっすね、うん。だからなんかそこを踏みにじって、勝つためにこれが必要なんだと、わざとぶつけないで、なんとかこの雰囲気を持って、試合まで持ってきたっていう面では成功してるわけだよね。うんうん、ねまあでも、たらればですからね。あんまり振り返りすぎるもんね。 確かに、うん、確かに。それで、昇格戦試合中、こちょっと答えてもらえ、まあ、あの、俺もよく経験してるんで、別にその全然申し訳ない、あれだけど、B2、うん、昇格戦試合中、まあ、点差が離れてると、うん、どに、何を考えてたうーん。 いや、もうシンプルにバスケットのことをしか考えてはいなかったですよ。どこできっかけを作ろうかっていうところで。だからまあ前半もうみる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 点差が離れていったように、うんえー、思うかもしれないけど、うん、えっと、割とタイムアウトも相当早い時間帯で2つ使ったし、多分オフィシャルタイムアウト行ってないと思うんですよ、ね、2ピリの。うん。うん、どう、うん、で、 ディエンスも、マンツーから入って、ゾーンやって、で、トライアングルツーやって、うん、あれも、全部前半で出しちゃったし。あ全部出したんだ。うん。なるほどね。それぐらいの勢いだったもんね。うん。 だから、どこでどうすれば止めれるかなっていうところは、やっぱり考えていましたかね。B2 のファイナル見た。B2、うん、のファイナルっていうか、えーと、CS、ちょっと今年スペシャルだなって思ったのが、うん、FE がああやって突っ走ったじゃん。うん、ずっとレギュラーシーズン。はい。で、さらに1個上げてきたじゃん。うん、上がりましたね。 でなんか同じようなのをアルティーリに見た感じがしてて、うん、なんかもうちょっと硬くなったりワンゲームしかないからなんかちょっとあれしたらワンチャンあると思ったのよ、うん、でこうそのケミストリープロベムじゃないけど40分って短すぎるって試合前に自分でも言ってたじゃん 2>,、うん、2人ちょっとこの出演のことで話したことがあって、うん、やっぱ40分って短すぎるから相手にとってもだからその相手もあれだけ選手がいたら どの選手が当たるかとかもし競った場合に、うん、コーチもどの、うんね、タイムシェアしてこう綺麗にやってたものが、うん、ああ今日はどの選手と心中するんだって一瞬迷うとこまで持ってけば勝機見えると思ったし、うん、だからなんかだけどあの日の RT では一個本当に上に持ってきたなっていう気がすごいしたんだよね。いいいいやまあ,あの勘違いしてははけないのは アルティー l のパフォーマンスは本当に素晴らしかったし、うん、彼らの準備も本当に素晴らしかったと思うし、うん、そこにもちろん、うん、ヒルキケンジがコーチとしてできたことがあるかといえばあったかもしれない。GM として1年間のな作っていく中でできたことあったかと言われればあったかもしれない。うん、選手たちがもっとできることがあったかと言われればそれはもちろんあったであろう。だけれども、 千葉が本当に一番大事な場面で本当に素晴らしいプレイをしたっていうのは、うん、そこから目を背けてはいけないなというふうにうう一般の人に思いますねその千葉の。千葉に敬意を表しているからこそやっぱり一般の人たちに岡山が弱かったとか岡山がゲームプランポチったとかじゃなくてあれは本当に千葉が素晴らしい。そう、<と>それを俺は言いたい。なんかそのさっき自分が言ってた小林大輔とか ね、ラベネルがどれだけやっぱその仕事をあの場でできたかっていうことにでも俺岡田もそうだしいろんな選手があそこで、うんそね、やっぱりすごいその出だしからなんか熱くなりすぎずあの試合のために俺たちはこの1シーズン戦ってきたんだっていうなんかすごいなんていうんだろうピークが本当にあそこに来てるなっていう感じその FE も同じように感じたの。 すごい、うん、プレイオフでの。だからそこがやっぱり、そこの予想は俺だったらできないなって思った。うん、あ、そうなんだ。今年の FE もそうだし、うん、なんか、アルティーリのあのプレイオフを自分が戦ったらどうだろうってすごいシミュレーションしてみようとしてたんだけど、うん、あ違うレベルで、やっぱりこの人たちはこのために B1 から来てるわけだから。そうだね。 うん、だからその何て言うんだろうねなんか一体感っていうかそのミッションに取り組む姿勢っていうか、うん、もうあの日のために1シーズンこれを準備してきて何十点差で勝ってもとかこの遠征とか変な体育館で試合やったりとかするのも審判とかにも耐えてきたみたいな,、うん、なんかもうこの試合で仕事をしなければどこでやるんだみたいのが、うん、なんかすごい共通認識として。 うん、一人一人でそこもしかも壊さないっていうか1人でシャシャってゲームを壊すとかじゃなく、うん、チームとしてやるしチームとしてダメでもなんかこうあの決めるシュートロングスリーをバコンっていきなり打ってみたりとか、うん、でも決めてくるし、うん、だからちょっとあの試合はスペシャルだ別にその擁護するわけじゃなくて、うん、アルティーリのすごさはやっぱりみんなには知っておいてほしいっていうか前半でだって。うん 何点取った ?70 点ぐらい取ってるんじゃない ?60 異常な数字だったから、うんうん、さっきタイムアウトのことを誰かが言ってくれてたけどやっぱ第2の残り7分の二2つ目のタイムアウトを使い切ったのが、うん、早いっすね <laughs> 過去にそんな速さで<や>取ったことないあそうだよね、うん、いやなんかみんなすごいよやっぱりスピーチ最高ですってでこの話をもっとたくさんの人に聞いてほしいですとか、うん、すごい えっと貴重な話をゆうへい森さん、えー、貴重なお話ありがとうございます。明日からの自分の仕事と生き方に活力をもらえるような、どんなセミナーよりも実感こもった内容です。彼の言葉はすごい、言葉が載ってるから、すごいと思う。あ、ターサングラ、ペースを落とせばよかったんですかね、うん、って聞いてますけど。えっとね、<laughs> ディレイもちょっと考えたけれども、結局ディレイドって、えっと、スキルが、うん 圧倒的なスキルがもを持ってる選手がいないとなかなか成り立たない試合ゲームプランだと思うんですよ。だ要するにアドバンテージがない状態から1対1ないしは2対2のみでかつ60点どころか40点ぐらいのポゼッションを40%から60%の間ぐらいで決め続けてこれるような期待値がないと成り立たないゲームプランだと思うんですよ。だだから僕昔に1回だけ ディレイドゲームをやって成功したことがあるんですけどそれは僕が富山グラウジーズにいた時で1年目それこそ<ー>えっと横浜に勝って入れ替え戦を回避した年ですだから<ー>残留プレーオフには行きましたはい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 で仙台を B2 に落としてその後横浜と対戦して、うん、岡田優が爆発して <laughs> っていう年だったんですけどあはい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  だけど、話を戻すと、えっと、その時に、川崎ホームで僕らの試合、うん、富山対川崎で、うんまあ、お世辞にも1年目の B リーグ1年目の富山っていうのは、そんなにタレントあふれるチームではなかった。その時に、ボブ・ナッシュヘッドコーチ、当時のヘッドコーチが、うん、もうこれはディレイ。 どうするしかないと。えー、っと、川崎のポゼッションの期待値が高すぎると。であるのであれば、相手のポゼッションをことごとく少なくしていく。だから、見てる人はまあ、つまらなかったでしょうね。だって本当にウトナウキがボール運んできて、8秒までわざわざセンターコートで待って、えー、全部アイスとアイスはラストセカンドみたいな感じで。で8秒、8秒になったらサム・ウィラードがピッカン・ノーロール来て、 全部それっすよ。その映像むちゃくちゃ面白いっすよ。全部。えー、すごいで。それで勝ちましたね。うん、でもその試合は、ウトナオキがおそらく尋常じゃない活躍をしていたのプラスサム・ウィラードが、えー、トリプルダブルしてました。サム・ウィラードっすよ。サム・ウィラードはトリプルダブルする選手じゃないからね。<laughs> 確かに。ドゥエイ・エヴァンスとかアンソニー・マクヘンリーがやるんだったらわかるけど、サム・ミラードはそういう選手じゃないの本来は別にパスもできるよ、けどそうじゃない。ピックアンド・ポップ、キャッチアンド・ショットグって感じは。確かに。それで今回はできないのはやっぱりそのウトナオキ的な選手がいないし。そうです。なるほどね。 うん、すごいわかる。あなるほどね。すげえな。いや、面白い。63点だって。63対27か。うん、いや、俺、<う>この質問をこう書いた意図が、うん、ちょっと俺は後半戦のところでちょっと思ったんだけど、うん、なんかこう。 うんともちろんその敗戦の責任じゃないけどもう負けがこう濃厚になっていく中ですごいこう自分のことをなんか攻める気持ちの前になんとかそのチームとして終わろうとしてるのかなっていうだ別に選手に対してそんな,なんか当たり散らすこともないしてううんだろうなこう何かのエフォートが足りないとかさ なんかそういうことじゃなくて相手の勢いにやっぱりすごいなっていうレスペクトのところとあと何をしようかっていうところは考えてるっていうのはなんとなく感じたのよ。うん、分かんないけどさそれはだけど何、うん、て言うんだろう決してこう、うん、どっか自分にもなんか日があるように感じてんのかなっていうふうに見ててなんとなく思ったしすごい考えてるなって思ったしあとなんかどう壊さないかっていうのを考えてるのかなって勝手に思った。 ゲーム中は、いや、ゲーム中は本当にどうすれば、次の一手、次の一手、次のってを考えてたばかりかなあの。個人的な感情っていうよりか、だから点差が離れていく中で何を思ったかといえば、うんうん、ああ、そこはな、やられて。 てもしょうがないところだったんだけど全部入りますねとは思ったあ,あ淡々にああそれ入っちゃったかじゃあ違うこと考えなきゃなでゾーンしてみましたああゾーン、うん、これでここでやられちゃったよしじゃあまあ選手たちの気持ち的にも多分これいや本当はあれゾーン続けたかったんですよ4ポジション連続でやられたんですけどはい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 本当は続けたかったの、うん、結局元通りになっちゃうだけだから

まあ、うちのアシスタントとかが、どの相手の、うちのどのディアンスの時に、えっと、何回、何分の何でやられてるとか、<ん>えっと、相手のジャピック・カンドロールでやられてる、ワン・ワンでやられてる、ファーストブレイクでやられてる、ポストでやられてるっていうののを何分の何っていうのを取ってくれるんですけど、はいは,い、はいはい。あの、ゾーンが4分の4だったんですよ。あ、まあ。で、はいはいで 本当は続けたかったんだけど、もう選手たちがもう顔にゾーンやめろって書いてあったから。<laughs> あるよね、あるよね、ゾーンじゃないってね。<laughs> 俺たちは今、ゾーンしたくないって顔に書いてあって、まあでも結局は選手が主役のゲームだしなとか思いながら。うん、うん、でもそこで勢いは止まらずか。うん あだからなんかマジカーって顔をよくされてたイメージありますこれ試合中だね、うん、きっとね、うん、俺多分マジかーって言った気がするっすあ<ー>なんかそのマジかーっていうのがその感情のこもったマジかーっていうよりかはうん、うん、なんかこうなんて言うんだろうなうん例えがちょっと難しいけど本当になんか1って うん、なんて言ったらいいんだろうな。ギャンブルを、ギャンブルって言い方が好きじゃないな。本当になんか、あ、まあ、それはえ、そういう未来も知っていたけれども、そっちが来ちゃったのねっていう。ああ、まあ、可能性としてはそれは想定してたってことか。その,その未来は望んでなかったよねっていうやつが。<laughs> ああ、なるほどね。うん、いや、すごい。これ、試合後は どんな言葉をかけた試合後には、いや、試合後は辛かったっすね、正直。その、かける言葉もないし、うん、その、なんて言うんだろうな、要するに選手たちのやりたくないこと、明らかにやりたくないかったんですよ、あのバスケットを彼らは。今までだって自分たちがここに来れた理由は、ボールムーブメントであり、ペイントタッチであり、 パスを、ボールをシェアして、ね、エキストラパスを出して、プレータイムシェアしてっていうバスケットが、彼らが今まで培ってきたものだったから。<ー>で、やっぱりそこに対する葛藤はものすごく彼らもあったし、僕も言ったら、そんなにやっぱり好きな部類ではない。うん、うん。その、だけれども、僕の中では、 一ックアンドロールから始まって、ボールを動かして、イントタッチをする、ショートクローズアウトをや、ショートクローズアウトをやっつけてドライブキックをするのって、正解を連続で見つけなきゃいけないんですよ、各々の選手が。わかる、わかる、すごい分かる。うん、手離れちゃうしね、コントロールできないそれ、うんそう。だから、それで、正解を一個でも逃しちゃうとディフェンス元通りになっちゃうし。そう、ギャップが消えちゃうんだよね。分かるうん、で、うん、その中で、 僕の出した結論っていうのは、ピックアンドロールでディフェンスをアウトオブポジションっていう言い方をするんだけど、本来、おそらく千葉が痛くないであろうポジションにディフェンスを動かす。まあ、それをアドバンテージという言葉に置き換えてもいいのかもしれないけれども、それをピックアンドロールであったり、ドライブキック。 で連続で正解を見つけることっていうのがおそらく難しいだろうなと思っていたでオリビエであったり、まあ、チュクディエ・ベレ・マドアバムであったりすれば、うん、ディフェンスは10回試行回数があればプレイをメイクできるかできないかは別としてディフェンスは6回7回は動くだろうと思ったんですよああなるほどね でもそれってやっぱり彼らの今まで取り組んできたものであったりもっと言ってしまえばポイントガードに対してものすごく否定をしているゲームプラン確かにこれあピッカンドロールじゃ起点になりませんよっていうでキックアウトを受けたショートクローザーとロングクローザーを受けて君たちは正しい判断をこのチーム相手にはできない可能性が高いよっていうまあロン,グをロングを作りたかったです ショートが難しいと思ったんですよショートの連続ではダメだということか、うん。で、オリビエとマドアバムが正しい判断をできるのであれば、そのもともと彼らが取り組んでいた2年間で力を伸ばしたボールムーブメントっていうものは出せたんじゃないかなというのが僕の狙い目だったんですよ。うん、ただ、うん、蓋を開けてみれば 分けてみればやっぱりオリビア正しい判断はできなかったし、うんうん、マドアバムも、えー、メイクできそうなバスケットをできなかったり、まあ、あとはパスを逃してた場面も何回かあったしメコ込むとこまでは行ってたもんねあそこでアドバンテージャーだから取れるっていう計算はあっててそこで正しい判断を高い確率でできるかってところがちょっとやっぱり想定通りにはいかなかったってことか。<laughs> オフェンス面で言えばそうですね。ただ、もともとが、えっとうん、僕らのチームは、やっぱりアドバンテージのある状態での練習めっちゃやるんですよ。た例えば、このガードでー、えっと、ウィングが1人やっつけた状態での正解を連続でパン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 って選ぶ状態、ウィングが1人やっつけた状態、ガードが1人やっつけた、ビッグマンがやっつけた状態。はい とかっていうのは結構やるんですけどだからそれを彼らがまあそれで負けるんだったらもうどうしようもないただその彼らが0 1が得意ではないというふうな認識はあったからだからトランジションっていうのは失いたくなかった武器としてでそのためにはディフェンスをしなければいけない。 だからやっぱりディフェンスのアジャストメントが1ヶ月間ですごく多かったですし、うん、だから変な話別にトランジションでもっとディフェンスストップができてトランジションオアハーフトランジションみたいなねのが発生するのであればそこは僕は自分の選手たちは信じてるしただ結果としてあれだけ高確率でメイクだって前半スリーポイント60%フィールドゴール 2> 2点も65とか、うんうん、異常だっただからす,すごいよねそれって1か月間さっきの話に戻ったらさやっぱ練習ってやっぱ大変だったモチベーションすごい大変だよねその連続で試合やってきて1か月パコンって空いて他のチームもシーズン終わっちゃってるからもう解散してるし、うん、あの1か月ってどういう雰囲気なの まあ練習試合はもう無理やり一個関西地方の大学と組んで。ああやっぱりね、しないとダメだよね、絶対。がまね、僕が聞いた話だと日本代表のアンダーカテゴリーが千葉と練習試合やったんだかやってるんだか知らないけど、みたいな。で僕は腹渡りにゆっくり返ってたけど。ああ <laughs>、いいのいい,のい,いのあです。あれか、あの、なんかホームがどうのこうの中立じゃねえみたいなのものなあいや,いやそんなの <laughs> はあれはただもうみんな、うん 注目してねっていうぐらいの話。まあ、あんなのは遊びっすよ。実際別にそんなの、うんうん、沖縄だって東京来てるし。はい、は,いは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 い。うん、あのー、いやいいの。で別にその日本代表の話も全然起ってないし、別にそれは地の利だろうと思うし、日本代表の強化は別には代表の人たちがあのタイミングで千葉はそれは練習試合欲しがってんだとら、もうそれはやるでしょって思うし。 それを、じゃあなんか、いや、岡山に不公平だよね、だからやらないって、逆に代表の人たちがその判断をしたら何だろうって思っちゃうし、うん、うだ,うだから、そうそう、だからそれは全然いいの、うん、そんなのはもう冗談なんだけど、だから、なんだろうな、1か月間っていうところでいくと、選手、うん 選手まあそうだな。まあ、怪我をしてほしくないが一番。岡田佑介きた、岡田佑介。<laughs> やってないよだって。<ん>やってないって。大丈夫ああ、やらなかったんだ。練習試合したの岡田。岡田、<laughs> 岡田ここに来て喋って。<laughs> やってないんだ。まあ、あくまで僕の噂程度でしか聞いてなかったから。<laughs> うん。うん、そうかそう。いや、でも、なんか試合とかもあったのかも。いや、でも本当スイッチ入ってたっていうのは事実だな。うん そうだからまあまあまあで1ヶ月間の話でいくとやっぱり怪我をしないことっていうのが考えていたこともう一番最初から、うんえっと、もう1ヶ月そのもう静岡戦なんなら終わる前から止めるところは杉本とシューターって決めてたんですよはい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 、はい、ラバネルはまあ別に抑えにかからなきゃいけないけどあれは別にどんだけ抑えにかかったって決めれるときは決めちゃうから あすごかっ結局じゃあラバネルの,あの得点をじゃあ抑えにかかるってなると本当にホットになってる時だったらもうボールを持たさないとかそういう選択肢を、まあ、ボールを離させるとかそういう選択肢になっちゃうからだからそれ、ね、それよりかは杉本くんのペイントタッチとまあ 自分でクリエイトすることが割合得意とされていないシューター陣にいい状態でボールを供給させないために杉本君を抑えたかった。で、その杉本君がもう大フィーバーっていう話があのゲームですね。ああでも準備できてたよね。杉本もあれにもう本当にスイッチを入れてるっていう感じが。まあ、やられるの分かってたでしょうね、<ー>そういったことを。 あそ,そこ、まあそうだね。プライドもあるしな。分、うん、かってたんだったら準備してくるよね。うん、それだけの選手だし。なるほどね。うん、まあでもじゃあ勝テと練習試合したね、うん、だって、岡田祐介。なるほどね。岡田先生、まあやってたんだな。まあ、関東と。まあまあ、なんでもいいとして。 今宵の月は伸びつきーさん、うん、もうトライフープファンとしては貴重すぎて言葉が出ません。お二方、本当にありがとうございます。<laughs> 本当だね、いや、まあ、こんな話してくれる人いないからな。これ、試合後って今ね、今。うん、正直何を考えてますか切り替えられていますかっていう。うお次のシーズンにふって。まあ、契約交渉とかしなきゃいけないから、切り替えざるを得ないというか。 まあでも試合のあとんか後悔というよりもこの先の未来が見えてたからえっと何かっていうと負けた時に僕の中で何が原因で負けてるのかっていうところとかが。 とかまあ、昇格するために必要なのは何かっていうのがあって昇格をしていたらその未来が来なくて済むでも昇格をしなければ必ずその僕が僕の仕事だからしょうがないけれども僕がしたくない未来っていうのが訪れるっていうのが分かっていたのでそれがすごく憂鬱ではあったなそれはだからいろんなことがあるよもちろんその僕が いや,いやいやいや、いやまあ結構ネットとかもやっぱりヒルキのサイハーイみたいな、頭おかしいみたいなこととかも書かれてたし、いいんだけど。ああ、はい、はいうん。まあ、あれだけ注目された試合だから、負ければ別にね、うん、それは。それは、だって、例えば、仮に岡山が勝ったら、うん、あのー、ごめんなさい、名前がえっとうまく出てこない。レマニスさんでしたっけ、うんうん だってもう <laughs>、あんな素人の監督に負けや負けやって,って絶対言われるから、まあいいのいいの、でもネットってそういうとこだから。ああ、まあね、まあね。だから、それ、その、そういうのは、僕が言われることにはあんまり気にならないけど、その、うちの、ずっとやっぱ寄り添ってくれてるファンの人たちとかメディアとかが、 そういうのを見ると次のシーズンに影響するなとか考えてたりはしたかな俺それさスフレの時とか若い選手ってさ、うん、その今るきが言ってた、うん、そのネットってそういうところだからがまだ分かんないから、うん、だからなんかそこのあれに引っ張られちゃうっていうかだってたった何ていうの何百人見てくれた千何人見てくれた人の中でうちのことをツイートしてくれる。 なんか戦術的な細かいことを言う人なんて多分3人ぐらいしかいなくてその人のことを頭に入れちゃったらさなんかねだって中も何も見えてないわけじゃん何を練習してきてとか,だから杉本を何の理由であそこでこうそういう風なセレクションさせてるかとかっていうのを何も知らない人があの試合を見たらなんかこんだけ決められてるのに何やってんのっていうのは簡単じゃんだけどそれをなんかこうプロが頭に入れちゃったらダメだと思うんだよねダメだけど なんかそこから守ってあげなきゃいけないっていうのは、俺、考えてたな、正直。まあ、うちの、まあ、どうなんでしょうね。まあ、いいんだけど、それはもう、業界が盛り上がってきてる証拠だし、うん、名前が出ないよりかは出た方が絶対いいと思うし、それに左右される選手とか、コーチとか、うんうん、まあ、フロントぐらいまでかな、うん、スポンサーはね、やっぱバスケット陣じゃないから、多分理解できないから左右されるだろうけど。でも それぐらいの人たちまではやっぱりチームが何をしているのかっていうのは同じ共通理解を持ってるクラブの方がいいなとは思ったりはするな。ね、あ、だからうちは結構だからそ,だ、ね、そこはねあ、スポンサーとかには結構言われたし、メディアにも言われたけどそこはうちの代表が結構いやいや、 ひるきはよくやってるよって言ってくれたかなあ,あーそうなんだ、うん、いいよ、ね、いいかばわなくてって言ったんだけどいやー男だなーうんなんかなんか,別になんか俺、うん、去年さアスフレやっててなんだっけな、うん、外人が3人揃ったら怪我するみたいなのが 5, 5回起きたのよ、うん、しかもあの4週間以上の離脱とかもう変更しなきゃいけないぐらいの離脱みたいな、うんうん なんかそれでもさやりようあるからなんか戦わなきゃいけないんだけどそのメインの外国人を変えてたから戦術を割と変えなきゃいけなくて、うん、そんなに賢くないからさなんかちょっと迷ってる時に戦ってないように見えたりすると叩かれちゃうのだからもうひたすら守るために言い訳しまくったのよわざと俺にこっちに向くようになんかその選手が戦ってないじゃなくていやこれは揃ってないからって言い続けたの。 うん、で全然批判されたけどでも全然なんかそうしないと自分たちに向けられたら多分耐えられないんじゃないかそれも信頼してないっていうふうに思われたらそうかもしれないけど分かんないさっきのほらそっちの話と一緒でこれを突きつけたらもしかしたらこう崩れちゃうかもしれないっていうのと一緒かもしれないけどだからもう本当にで最後まあ揃って。 ほん俺は10連勝して終わりたかったけど10戦7勝ぐらいしてやってたから、うん、なんかまあ、ね、なんとなく言った通りだねで終わるけどでもなんかそういうところってすごい今の,時今の時代守ってあげなきゃいけないっていうか、うん、なんかどうなんだろう、わかんねえそこまで気にしなくてよかったのかわかんないけどねでもあれですよね、ヘッドコーチの手法の1つではあると思いますよ。その 世界中のお前らが否定して世界中がお前らを否定しても、俺だけはお前らを信じるっていうのを、頭の後ろ側では思ってなくても、そのポーズを取ることって、時としては必要なんですよ。<laughs> <は>絶対大事だと思う。と思うそういうなんか理不尽な愛情は、まあだからその理不尽さって多分愛情でもその厳しさでもどちらでも成立すると思っててうん。表現できるもんね。うん、うん だから、静岡の竹原さんだね。あ,ねあ,あ、来てた。あとさ、うん、えっと、大橋デスさんが GM のひるきさんとヘッドコーチのひるきさんと頭切り替えるんですかヘッドコーチの延長って感じなんですかえっとね、のねうん、切り替えるというよりかは、えっと、視点が違うんですよ。着地点が違うんですよ。あ<ー>ヘッドコーチは、 1>, 1年先とかまあ言って2年先3年先ぐらいを見るんだけど、うんうん、GM の時には5年先のイメージは結構しますね5年先時としてちょっと飛躍すると10年先のイメージはします成り立つかどうか叶うかどうかは別としてえっとその着地点が違うから当然 判断もずれてくるときはあるけれども、そこをすり合わせる作業は結構頑張って頭使ってます。うん、なるほどね。さっき言ってたその、うん、じゃあ終わった瞬間にこう、まあ、あと終わってから数字去って見てるものは、今回その、要は、えー、とチームを昇格させるために通らなきゃいけない道、要は、うん、選手の編成もそうだし、スポンサーとかもそうだしいろ、うん、んなこととか、バスケットの戦術とか、求める基準とか。 全部をこうある程度アジャストしななきゃいけないけって割とそれは結構な大変な骨の折れる作業だったりこういろんなことをしなきゃいけないこう何て言うんだろう人を入れ替えたりとかも含めていろんなことをしなきゃいけないっていう大変な何年になるのか分かんないけどそう,、ね、そういうこと。 うーんと、うん、どう説明したらいいですかね。まあ、その、GM の時は、GM の時は別にそんな同じ人間なんだけど、その GM として持ってることっていうのは、うんうん、このやっぱりクラブがどう成長していくかとかっていうことはやっぱり考えるから、どんなにチームにとって まあどんなにっていう言い方は良くないけれども、仮にチームにとってプラスだったとしても、別れが来るときもあるし、選手とかスタッフとかって。なぜならば人が入れ替わらない環境というのは、それは慣れてしまうからそこに。よっぽどプロフェッショナルな人間たちでなければ。で、それは僕はフロントにも同じことは思ってて、フロントの社員がやっぱずっと同じとこっていうのは、やっぱどこか。 ピピリリ感がななくでそれを別にそれでも成り立つのはもうガチガチに完成完成系のクラブなんですよ。うん。選手を入れ替えなくても大丈夫とかフロントの人間を入れ替えなくても大丈夫刺激を入れなくても今あるクオリティが完成されてるのであればそれでいいんです。僕の中ではあくまでただ僕らが今地方のクラブとしてやっていく中で。 勝つっていうスパイスであったりとかっていうのはやっぱり必要だなと思うし。で、その勝たなければ違う方法で刺激を持ってこなきゃいけないなとか思ったりとか。うん。まあもちろんなんかその自分たちのそのシーズンに向かっていく上でどこを想定してとか自分たちの 力っていうのをどこまで持っていかなきゃいけないっていうのを正確に見,ださ見定める能力っていうのも僕は必要だと思ったしそこが結構<ー>今シーズンの反省点はそこに早めにもう振り切れなかったというのはすごく反省点でもねなんかこんなことはねあんまねこう電波に乗っけて言うもんなんじゃないですよ、うん、だって <laughs> 言っててくれてありがとうっ、ね、だって選手はその時の一瞬一瞬を考えてて、うん、その時に魂燃やしてるわけですよだからそもそもの立場が違うからわかる選手は毎日がバトルで毎年が勝負でまあヘッドコッチは多分2年とか3年ぐらいが勝負で。 うん、GM とかは多分5年6年ぐらいが勝負で、まあ、だから本当はそれで評価されるべきだと思う、うん、ヘッドコーチは2年おき3年おきに評価されるべきだと思うし、うん、GM とかは56年スパンで評価されるべきだと思うし、うんまあ、っていう話はまたちょっと別の話になっちゃうんだけれどもなんかその中でやっぱ視点が違うのは当たり前だしそれぞれの役職の立場であったり判断を下す基準っていうのが違うのは当たり前なんだけれどもそれを。 うん、選手に僕は理解してもらうていうか理解しなくていいんですよ彼らはやっぱりあのギラつきが大事だからうん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 、うん、間違いない、うん、そうだからそれすごい悩むさっきのさ怪我の話で言ったらもうなんか怪ががすごい続いたから俺別にその試合の流れがいいところでも、うん、もう意地でも外人の一人を酷使しなかったの。 うんうん、40分40分とかやらなかったのわざと絶対にあれしてだからもう絶対守ると、うん、そのだから変なでそれが流れを切っちゃう時もあるわけよ、うん、どう考えてもでもそうしないと、うん、でそれは考えるよ、うん、なんかオフィシャルの前の40秒とかにしてタイムアウト取んなくてもすぐ流れ切れるようにしたりとかうん、うん、もうなんか盗めるところで盗むんだけど、うん、それでもやっぱりこう絶対32分だったからもうなんかもう。 タイム制限かけてるような感じにしてあまりにも異常に続いてたから、うん、だからだから俺が流れ切ってんのよでも選手は勝ちたいからさ、うん、なんかでも60試合あるから、うん、なんかもうこれ以上のリスクは取りたくないみたいな、うん、すごいなんかそこのなんだろう彼らの今日勝ちたいっていう思いをなんかこう乗れるところでまあそれでもさやっぱ試合にしなきゃいけないんだけど なんか、うん、それすごいカットあった、去年。うん、めちゃめちゃ。だから、なんか、そういう面では話聞いてて、その、ほら、2、3年で考えてるか、うん、その、まあ、選手って、もう下手したら、今年1年っていうより、今じゃん。うん、この試合じゃんアドレナリン出してさ。だから、そこの気持ちの、なんか、レベル合わせって、すごい大事だよね。わ、うん、かる。 そんな話を今日すると思ってなかった。<laughs> うん、えっと、たさんが来てて、鹿児島の AJ どうですかって、熊本さんずっと最初から言ってくれてて、俺がなかなか引っ張ってこれなかったんだけど。<laughs> のえっと、鹿児島の AJ は別に、鹿児島の AJ 悪くないんじゃないですか悪別にいいと思いますよ。フィットしてたし、今年も。やっぱり彼は、あの、 ベスト5入ったかな、結局、ベスト5に値する選手ではあったと思いますよ鹿児島の AJ じゃなくて、鹿児島のコーチいいって聞いたんだけど鹿児島のコーチは、鹿児島の、その、えっとね、こんなこと言うとね、鹿児島の選手たちは僕のこと一気に大嫌いになっちゃうかもしれないんだけど、僕は鹿児島の選手も、岡、うん、山の選手も、うん、岐阜の選手も、山口の選手も、別にそんな大差ないと思ってて。 あ何が違うかっていうとさっき僕が一番最初に言ってたディフェンスのスタンダードをどこまで自分たちで納得するかっていうことであったりとか、うん、チームのボンディングチームとしての絆をどこまで大事にすることであったりオフェンスの根幹となる次のやつが見えたら出すっていう当たり前の作業、うん、そしてかつ正解を選ぶゲームなんだよというのを理解するっていう。 っていうのを、えっと、B3 の場合は、それができてないチームが弱いし。あ<ー>っていうだけの話、ね、もう B3 は。てか、まあ僕の中では B2 も同じ。B2、はい、もできてるチームは強いし、できてないチームは弱いって思ってます。うんうん、うん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 。うん。ね、僕の中では、福岡が弱いのは、それができる選手が非常に少ないからっていう。 うーんできるっていうかチームとしてやってないもんね。そのできる選手、うん、できないわけじゃないんだけど、そこをちゃんとやりきってないってことか。うん、なるほどね。うん、それだけの差だと思います。別に選手の差っていうのはそんなになくて。うんうん、で、うんうん、まあ、で、えー、っと、勘違いしちゃいけないのは、これはコーチの功績じゃなくて、そのチームの絆を作ったりとか、ディフェンスのインテンシティを。 自分たちが納得するレベルまで持ってきたりとか、正解を選び続ける作業を自分の体に染み込ませるっていうのは、それは選手たちが自分で努力しなければ、絶対に乗っかれないから、そのステージには、それだけはリスナーの人に勘違いしてほしくないんだけど。ああ、それわかる。あでも、そこはコーチがすごいその要求して、そこまで引っ張ってくるってこともあるし、逆に選手たちが自分で作れる場所でもあるんだよね。 だから本当、ブレックスなんか多分そうだと思うけど、新人が入ってきても別にあれはコーチ人も言うだろうけど、選手すごい喋るもん、あそこ、宇都宮って。うん、そうだからああいう文化ができたら、岡山もなんかそういうイメージなんだけどな。うん、かだから結局、<laughs> えっと、まあでさっきの鹿児島のコーチの話に戻ると、鹿児島のコーチはその当たり前のことを当たり前に。 そのま別に僕らみたいにえボールを動かしてとかっていうことではあんまりなかったけれども、ディフェンスの強度とディフェンスの約束ごとは、えー、割とルールが導入をされていた。そのルールの中で活躍することがプロフェッショナルだよというのは、昨年よりかは、まあ、そのいわゆる弱い鹿児島から脱却したい理由はそれですね。あール,ルールが導入されたという話。はい,はい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 。うん それがヘッドコーチがまあ評価される理由って言ったらあれです。僕は評価してます。うん,うんうん。その別にルールって、うん。ルールも別に何でもかんでも入れればいいというものではないと思うし、うんうん、うん、えっともちろん一から十、十個のルールをじゃあ例えば東道さんは十十二個持ってて僕は八個ルールを持っててって言っても別に選手がその一年の間に三つしか達成できるできないか。 なのであれば、どの3つを選ぶかっていうのが多分コーチのセンスだと思うし。うんうん、あと数ね、何個渡すかす、ねうん。だと思います。はい。うん。わかるで。そこがうまくフィットしたのが鹿児島じゃないかという話です。といだってことねはいわかる、それ。えっと、この質問も、えー、あすごいね。GM 脳は変化なくて、HC 脳が試合のシーンが浮かんできてこうすればよかったみたいな。 このヘッドコーチの脳が脳全体を支配する割合が高くなりすぎて私には生活できないかもしれません。<laughs> 富山さん、て来てるよ。ど<こ>試合の話が終わりかけで申し訳ないですが、<ー>もし話せるのであれば一つだけ教えてください。最後のタイムアウト。あ何秒だっけ、うん、残り19秒,19秒とかじゃなくて。秒,秒だね。特定の選手のためのものだったのでしょうか、うん、試合を見に行ったのに、えー、下調べ不足で反省してます。ということで。 富山さんもう1個くれててシーズンお疲れ様でした。やっぱり会場に試合を見に行ってよかったですって、あの試合。うん、でここで答え合わせしてくれるのはとてもありがたいです。東山ありがとうございますってことで、じゃこのタイムアウトのことと教えてください、うん。うーんと、特定の選手、多分みんなあのタイミングで長谷川賞を出したから長谷川賞のためにプレイ書いたのって思う人もいるんだけど、あの時はね、向井。 向井のために書いたプレイだったかな。ああ、そうなのね。僕はあんまりそういうことしないっすね。なんか、その、いやいや、その記念みたいなことしないっす。ああ、なるほどね。はい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 、はいうん。だからシンプルにあのタイミングで、僕の中で取りたい得点の取り方で、チームが取れそうな得点の取り方を選んで、 えーっと結局、多分中宙にボールが渡ったんじゃなかったかな。あーか多分シューターが、えーっと、ビッグマンがピンダウンしてからの、えー、っとコーナーでシューターがオープンになるの、プラス、シューターに噛みつくんだったらビッグマンがゴール下で開くよみたいな、多分そんなプレーだったと思うんだけど。あー か別にそんな難しい、ね、クイックヒッターだと思います。もう単純に指示をしたってことね、最後まで。うん。うん。あ最後のさ、あの、胴上げをずっと見てたっていうコメントもあったんだけど。<laughs> あれはね、なんか大西レオもツイートしてなかった写真でしてたっすね。なんか、まあ、昇格するってそういうことだよなとはやっぱ思いましたね。 僕多分あの時ヘッドコーチっていうよりかは、うん、そのクラブの人間として昇格するっていうのは、うん、そういうことだよねと思いました。1年目の佐賀もそうだし、うん、僕らの1年目の佐賀もそうだし、今回の長崎とか、うん、アルティーリとかもそうだし、で、昨年は僕ら優勝しなかったけれども、えっと、これはまあ、 えー、賛否両論あるかもしれないけど、僕は僕らが優勝すべきだったと思います。なぜならば、えっとね、マジでお話にならないぐらい、多分10試合負けたんですよ。30勝10敗取ったんですよ、去年のシーズンが。そのうちの7つぐらいはもう完全なナメップ。あー、ダメなやつだ。そう。金沢に負けてみたり、対して強くない<ー>豊田豪勢に負けてみたり。

何が言いたいかっていうと佐賀の場合は佐賀とか千葉とか長崎とかは経済力とか高知人によって自分たちの勝つ確率をとことんにまで上げていくという作業で岡山はそれができないからじゃあその愛心 AW が優勝した年を。 自分たちが優勝するにふさわしいチームだと思うのであれば何をすべきかというところであればもうとことんにまで自分たちの甘えっていうのをなくすべきであったと。うん。うん。っていうのはやっぱりある。別にね、試合にいや今日負けてもいいっしょって望むやつは一人もいないし、どのチームも、うんうん、いないし、でもそこにはやっぱり甘さというのは存在していたりとか。 その何かチームが悪くなってしまったときに、どのタイミングで、例えばだからそれが3クォーターで20点差ついたときに諦めるのか、4クォーターの残り2分で20点差ついたときにやっと諦めるのか、諦めるという表現はよくないけれども、雑念が入り出すのかはい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 。 勝つための最善の一手であったり、うん、最善のマインドを持ち続けられるのがどのタイミングで来るかっていう話だと思うんですよ。うん、で、それはまあ別にクラブとしての努力っていうよりかは、もうチーム内で収まるものだったと思うんだけれども、やっぱり選手も僕も去年の,その,あの優勝すべきタイミングで優勝できながら、いや、もちろんこの2年越しの昇格決定戦とかふざけてるなと思ってますよ、正直。だよな。 うんうん、ふざけんなと思ってる、もう別に、安心が権利ない,ない時点で、別にくれりゃいいじゃんっていう話だと思うんだけど、結果、優勝はしてないし、リーグ戦が始まる前から、優勝をしなくて、<ー>自分たちの上に企業チームがいた場合には、そうなりますよと、もういうレギュレーションは決まっていたのであれば、優勝に向かって自分たちがどういうバスケットをするかっていうのを考えなければいけなかったっていうのは、昨年の反省点ではある。 ああなるほどね。絶対に去年取っておくべきだったってことか。うん、うん今年でもアルティーリと長崎は抜けたんであれば、でも岩手もね、えっ、ー、と、鈴木ヘッドコーチか、エクセレンスも結構。ビバ,ビバリーかな岩手は。福岡のビバリー取ったかな。ああ、そうなんだ。で、静岡が、えー、とバハマ代表のやつ取って、山田アトム取って、 でンカは取ってあともう一人ぐらいガード取んなかったかな取った気がするわなんかそこってあれだよねやっぱ RTE に長崎見てちょっと考え方変わってるところもあるよ、ね、あと,と思いますよ<ー>でエクセレンスも今年はまあ噂でしか知らないですけれどもだいぶ気,気合い入れてるって聞いてるからエクセレンスもなんとなく噂は聞いてるだからそうなると、うん 結構熾烈な戦いがまた B3 に落とせるってことだよね。でまあ、僕らはそもそも今名前を挙げたクラブと比べると全然バジェットもないから、うん、どうじゃあどう工夫していくんだっていう話にはなるから。もうそのなんか絵は描き始めてる。うん。まだ作りながらって感じ。<や>その選手を決めて、 えっとね、これ放送乗っちゃうんだけど、いやもう正直、このクラブの予算でどうしろって言うんだよって毎年思ってますよ。ザケんなっと思ってますよ。<laughs> 作ってるじゃん。大丈夫、うん、作ってるから。うん、うん、作ってるよ。こ,これで魔法使いじゃねえんだぞ、コーチはって思いますよ、正直。あいや、魔法使い、魔法使い、もうちょっといけてるから。これは護衛軍さん。 確かにタイムアウトはそういう記念とかあ昨日、記念とかみたいなものではなくて、最後まで戦う姿勢を感じた、正直あの試合にガーベージタイムなんてものはなかったと感じましたってあったりとか、あと、えっ、ー、と、波之助さん、ネット上で批判コメントもあるけど、応援コメントもいっぱいあって、温かかったですよっていうで、うん。そうだね、だそれは嬉しかったね。応援してくれてる人たちがいるから、うん、多分あなたの魔法も、 まだまだ健在だな。うん、みんなそうです。工夫ですよって、竹原さん来てるよ。それお金の話でしょあもうそれはもう竹原さんごめんなさいだけどあの、もうそれはね、ごめんなさい。同じ土俵に立ってないです。申し訳ないけど。<laughs> 出るからね。<laughs> あれ、B3 ってお金出るんだっけ予算のやつ、昨年度のやつって出てる。えっとね、勉強不足で。 E3 出てた気がするな。けど、うちは人件費がとてつもないですから。とてつもなく低い。えー、そうなんだ。そうなんだ。うん、それでよくあんなに強いチーム作れんね、うん、いや、だから、でもまあ、別に、その、なんていうの、選手にちゃんと生活できるお金は渡したいですけど、それはさすがによその、うん、よそのチームの日本人の。 契約のお金とかを見てると、ああいつうちの選手取られちゃうんだろうなとビビりながら毎日を過ごしてますよ。うん確かに、ね。まずだから幸いに,に残りたい選手を作ってるわけじゃん。それだけのカルチャーがあるんじゃないかな。俺カルチャーあると思うんだけど、岡山。うん。なんそこはね。でもなんかうんでも結局はやっぱまあ変な話。 僕はやっぱり勝つことで、ヘッドコーチはやっぱり勝つことで信頼を得るものだなというのは、この3年間やっぱり思いましたね。わかる、うんうん、で、えっと、別にどんなに、あだから正直、えっと、アスフレにいたウーゴさんとかは、えっと、僕、ひょんなことでお会いする機会がありましたけれども、うんうん、うん、多分僕がウーゴさんの立場だったら <laughs>、 いやあれでどうやって勝てって言うんだよって思うだろうし、外国人のだって、ファーストオプションがジョシュアクロフォードとかでしょ。まあ、ノエリアは悪くなかったけど。うんうん、うん。で、っていうところでいくと、じゃあ彼の評価が妥当なのかっていう話にもなるし、まあ、それは青森も同じことが言えるよね。ッタ、うん、さんとか、うんうん、えっと、彼のさんだったっけの以前の問題でしょっていうのは思う。だから、まあ、僕はたまたまヘッドコーチと GM 兼任してますけれども、うん、なんか全国の GM の方々、もうちょっとヘッドコーチに文句を言われない不品を作ってあげてくださいとは思うな。<laughs> でも、中の人は分かってるからいいんじゃないのあそんなに、なんか、自分もそんな勝てなかったけど、そんなにね、い<や>お仕事ののあるんじゃないですかね。 もらえるし、そんな、うん、なんかあれだとは思うけど、ねえーまあ、もちろん、勝たせなきゃだめだよ。勝たせなきゃダメだめだ、ねうん、と思いますけど、えっと、それはもう大,大前提、大前提、大前提。ただ、そこら辺の事情は分かってるからいいんじゃないのかなと思うけどね。えーうん、でも今、なこ俺なんて全然仕事もらえない <laughs> そんなことはないですよ。 いやいや、だからさ、だから来年、うん、まあ今はね、ちょっと来年まではのこいけないけど、さ来年しっかり就活しなきゃいけないからさ。うん、<laughs> 就活しますかも戻れるなら、ちょっとまだわかんない。その前に解決しなきゃいけない問題が、うん、オフことでありすぎる。うん、うん。ヘッドコーチはもっと言ってもいいけどな、笑ってどういうことだろう何を言うんだうんうんなんだなんだうん 二人の共通点の岡田祐介選手について教えてくださいって来てます。マリケイさん仕事人。仕事人。<ー>僕は、岡田、まあ、仕事人っていうと、ちょっとなんかみんなそういう日本語大好きだから、それ使っちゃったけど、あのー、僕はプロフェッショナルな選手において、やっぱりコンスタントな選手っていうのが、とても貴重な存在であると思っていて、 あなるほどまあきっとね岡田裕介が別に300万そこらでプレーしてるわけは絶対なくて、うんうん、でまあえっと言ったらまあ普通の人よりかはいいお金をもらってるはずなんですよでその価値たる何やって言ったら彼がコンスタントに毎回同じ毎回のゲームで同じパフォーマンスを少なくとも持ってくるその中でもちろんプラスアルファはあるだろうけれども。 うん、その下振れがないっていうのがどれだけコーチからしたらありがたいものかっていうあ<ー>僕は下振れがある選手はやっぱり、まあ、僕個人的にはやっぱ下振れはあんまり好きではない、うん、そうだねわかる、うん、あ,あれ岡田とどこでやってるんだ,やってるんだ僕は、えっと、岡田さんは中学校の時一1個上なんですよ東京の 1>, 1個上なんだあそんな,に上なんだう 岡田さんが僕が東京都の選抜に中学校入った時に、うんうん、えっと、岡田さんとあと福島康太さんが、はい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 。が、えっと、土浦に来てたんだけど、多分夏かなんか、あ、夏じゃねえな、多分正月かなんかのタイミングで帰ってたんじゃないですかね、東京に。えー、で、相手してくれたりとか。あ、そうなんだ。<う>なんか印象的なエピソードないのいや 別にそんなになんかベタベタする関係ではないんで <laughs>、うん。うん。別に会ったら話はしないことはないですけど、なんかそんな。なんか別にわかんない。か僕は嫌われてるんですかね。かねいや、全然、え、わかんない。嫌いなのまだ見てるかな、<laughs> 岡田。行っ <laughs> てみよう。行っ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 て 岡田さんはオーナーだったし僕はまあ言ったら、うん、その人事件がある人だったから大会の情報交換とか選手のなんかちょっと選手貸してくれないですかとか、うん、そういう話とかしたことあるから全然仕事の話はするっすねだからあ<ー>、うん、岡田祐介俺あのアスフレ来て印象変わったかもか本当ですか なんかねすごいなんて言うんだろうな岡田裕介になったあのねもう固有名詞うん <laughs> 仕事人とかそういうのじゃなくても岡田裕介っていうなんか思ってたより全然頭いいしうん、うん、めちゃめちゃ柔軟だしもっと硬いと思ってたのよあでも柔軟は僕も思いましたねめちゃ柔軟何、うん、かほん当に頭いいんだと思う天才的な頭の良さなんかそのブックスマート的な 硬い斜視定規な会計師っていうイメージも相まって、なんかさ、そういうイメージだったけど、もうすごい柔軟、あの人、頭いい。うんうん、だから選手会もそうだし、だけど男だしね、寡黙だし、もうんまあ、今回見ててもビッグゲームでやっぱ仕事するから。仕事しましたね。したね、岡田悠介、ほの B3 の試合も何個か、アルティーリとか。あれ、1で<も>一個、岡田悠介裏話があって。うん、お 1お来た一個ねめっちゃやられたプレーがあって、まあ、ちょっとコールまで言うのはあれなんだけれども <laughs> えっとねピックアンドロールからダイブするやつ要、まあ、するにピックが、えっと、ロールとかポップとかするんじゃなくて、うん、そのままシューターにピンダウンいくプレーがあるんだけどあれはもう岡田悠介のためのプレーなんですよねほぼ。 はい,はい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 。でえっとねそれをもう僕らも分かってたし守り方も決めてたし、うん、で、うん、えっとそれがこっちから来るっていう、うん、まあこっちにビッグマンとピックアンドロールが行われてるとしてでうちのディフェンダーはここにいるわけですよ。そしたら岡田裕介が今野ニズベットショーに、うん、サモフレアをかけろって言ってるかのようにみ <laughs> たいな、ね、やって。<laughs> やって、そしたらその瞬間にうちのディフェンスは、うん、えフレア来んのみたいな、こっちにピッて言った瞬間に、うん、バーンってこっちのスクリーンにぶち当たってやるなスリーポイント入れられてしかもそれはもううちが分かってたプレイだったし<ー>それを相手がコールした瞬間にこれだよって言ってんのにやられたからうちのチームからしたらもうモメンタムだだ下がりなわけですよ。あー、分かる。分かってんのにスクリーンばっこし引っかかったから。 それさああれだよ。それ言ったからだよコールでココココ、ここここって分かってるって言ったから人,人を駆け引き入れたんだ。うん。いやー。で、多分、ショーは言ってるんだよね。ほんと、あお母さん、お古ですかあっちじゃないですかおお行かなきゃ。って <laughs> <laughs> ショーは言って,言ってるん絶対あ来たよ。よく見てたね、その隠しテクニック。俺もベンチ見てたんだよね。ほら。絶対そうだよ。うんあー か <laughs> っこいいな。<laughs> アルティー岡田選手専用セットありますよね。うん、いやー、持ってくるもんね。体きれっきれだしな。ほんとすげえ。ほんとに。怪我しないでくださいね。うん、怪我しないで続けてください。ほんと。ね、うん、そっか、年上があれやってんだ。一個上が。うん、そう。うわぁ、そっか、すごいね。えっ、ー、と、うん、じゃあ、 そろそろ締めていくので、えー、質問あればどんどん入れてもらって、うん、で、えっと、僕としてはこれを聞きたいな。最後の質問にしちゃいます。結構カバーしてくれたから。うん、今見てる景色は、あと将来見たい景色は、っていうのは岡山で見たいのか、まあ別のことも考えてるのかも含めて、ちょっとぜひあれば。僕はこの岡山というクラブ、 が好きだし代表の中島と一緒にもちろんいろんなフロントの人だったりオーナー人だったりあのスポンサーの人に支えられたけれどもその根幹はやっぱり中島のだ、まあ、代表のね社長やってる、うん、2> と二人で作ってきた自負があるから、うん、やっぱり僕の存在価値を証明するっていうのはやっぱりこのチームを B2 に上げることだと思ってるから今見てる景色っていうのは僕がいかに 金がねえ、金がねえって文句言いながら自分が持ってる選手たちをスペシャルなチームにして、うん、彼らが輝ける場所にして、うん、バスケットってタレントとかサイズとかお金とかじゃなくても勝てる可能性があるスポーツなんだよっていうのを岡山の人たちに分かってもらえたらこんなに嬉しいことはないなとは思いますね。が今見てる景色、うんうん まあ将来は考えてないです。<laughs> あ本当かな,当かないや、ないですよ、<れ>別<に>なんか質問、今の,の流れで来てるんだけど、菊井萌さん、うん、こんばんは。途中から参加です。ひるきさんに質問です。うん、B3 のヘッドコーチ、うん、GM から見て、日本のバスケットはどのように感じますか ?B1、うん、の規模ならもっとできることはいっぱいありますかっていう。うん まあもちろん B1 の規模ならできることであったりとか心配しなくていいことであったり逆に心配しなきゃいけないことであったりたくさんあると思うけれども、うん、ないまあだから多分心配しなくていいことっていうのはそもそもバスケットのスタンダードであったりとかその0から100のスケールでどのショットが今ふさわしいのかっていうのは割と感性が研ぎ澄まされてる選手が多いなとは思うううん、うん うんえー、心配しなきゃいけないことっていうのはそれだけ彼らの我が強いから彼らのコントロールであったりとかあとはその彼らの価値がすごく高いというかゲームチェンジャーのゲームチェンジャーの価値バリューが B1 と B3 ではやっぱり違うから。うん、うん B1 同士の戦いになってくるとある程度コーチ陣も選手もそれなりのレベルになってきてお互いがお互いのポイントとかを分かり尽くした上でゲームチェンジャーの存在がやっぱりすごく大きかったりはするからその彼らをいかにヘルシーな状態でそして心をつかみながらやるかっていうのは多分 B1 のヘッドコーチは B3 の日じゃないと思う。 うん間違いないね。うん。わかる。僕はもともと B1 にもいたし、JBL にもいたから、どれだけやつらがプライド高いのかは知ってるし。うん、もちろんそうだよね。うん外国籍の選手もなんか名前がすごいある選手も入ってきてるし、ううん、うんど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 ん変わってきてるよね。それは間違いないと思う。うん、面白いな。 日本のバスケは、うん、日本のバスケって何なんだ日本代表のバスケっていうかまあ B リーグ全体なのかな、うん、その辺はどう見てる日本のバスケは良くなってるんじゃないかなとは思いますけれども、うん、えっと、うん、結局はフィジカルエリートなスポーツではあるからえっともう本当になんか国レベルでその後輩とかっていうのをやるべきだなって俺これ多分なんかの 企画後輩えっと、背の高い人と背の高い人を結婚させてください。その後輩ね。あわかる。いやメ、ヤオミンね、ヤオミン。本当に真面目お父さん、お母さん、あれだからね。あの代表選手のバレーとなんかを後輩させて。後輩って言い方メですよ人間です。はい、すみません。はい、はい、すみません。えっと、なんか税金を払わなくていいっていうルルーなんです。よああ、なるほど。

あの人口も多い国だしインフラがとにかく整ってるし、うんあのね、そんな貧しくてスポーツがそもそもできないとかそのアメリカみたいに、うん、えっと才能があったけれども犯罪に手を染めちゃってもうダメになっちゃったとかっていうことはもちろんないけれどもだけどその一方でやっぱりそのスポーツって っていうものに対する理解度はやっぱり世界でも有数の低さを持ってるし、うん、好きな人以外は好きじゃないというかスポーツをああその言い方は分かるうんうんだから僕はやっぱりなんかそこがもっと変わるきっかけになるのって何なのかなーってずーっと考えてますけれども、うん、でもなんかもう国民的スポーツに なるっていうことは今後一生日本ではありえないのかなとかっていうのもちょっと最近考えてきてて<ー>悲しいかなでもうん、うん、その代わりに今コンテンツだったりがすごく多様化しててこれだけの人数が日本にいるのであればそのまあ要するにずっと10万人とか100万まあ100万は分かんないけど 10万人、50万人っていうのをずっと動かし続けるパワーがあれば別にいいんですよ。今多分10万人とかその何万人っていう規模の人間をたまに動かせたり動かせなかったりっていうのがバスケットボールの実力だと思ってて。あんねうん、それを常に、だから多分日本中を熱狂させようなんていうのは僕はなんかそもそも最近土台無理な話なんじゃないかなってちょっと思ってきてでで、これ僕が言うのって。 僕は日本がずっとスポーツでみんなが熱狂できるっていうのを,を夢見て育ってきた子だったから残念だったから日本がそういう国なのがでもこれだけコンテンツが多様化してきてそれぞれでそもそも日本人って、えっと、みんな右に習えとか言ってるけど実は隣のやつに思いやりなんてこれっぽっちもない民族だから言うねえ、うん、<laughs> と思ってるのなんか、うん、あの。うん なだからそれがこういやなんか本当に親身になって隣のやつのことを常に考えてあげれるとかなんとかっていう,う結構割とみんな切羽詰まったり自分のこう身に危険が及ぶとか自分の身に迷惑がかかるとかお金が減るとかってなった場合に隣にいる人間を正義のために助けますかって言ったらあんまりそういう人たちではないなと思う部分はあるからであるならばそのバスケットっていうものをじゃあどうやって流行らせるってなった時に 多分その5万人だったり10万人だったり50万人っていうのが常に熱狂している状態を作り出して、うん、その中でマーケットをどん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 成長させていってワールドカップとかで勝てばその時は日本人がみんな熱狂するっていうのが多分最終的なところなのかなってまあこんなのは別にもう。 いいのもうこんなのはでも絶対あの反論が来るの分かってるから冗談だと思って聞いてもらっていいんだけど俺でもさトップレベルの話はそういうふうに考えたことなかったんだけどこれをやってる理由がつなげたいのよなんか、うん、バスケットの人でこうなんかさ B リーグを見てる人 NBA を見てる人 W しか見ない人、うん、あの高校生を見る人みたいな感じでこう分かれちゃってて、うんうん、だけどるきの話をその学校の先生たちにも聞かせたいし。 高校の先生の話を俺、うん、B のコーチが聞いても全然勉強になることたくさんあって、うん、なんかその辺をまずしたいを超えてなんかスポーツってさなんかさじゃあえっ、ー、とスケボーがーとかこれがとかって流行ってくんじゃなくてなんかオリンピックの時みんな何でも見るじゃんルールも分かってる。うんうん、だからスポーツ好きなんだよ。 うん、だけどなんかお金を払って見に行きますかっていうとそういう文化がないからでも今今度さ、うん、ホワイト化してってどんどん労働時間が短くなってって、うん、少子化だから子供にかけるお金とかも、まあ、3人4人の大家族なんかないじゃん子供が3人いるとかっていうのも減ってくじゃん。したらんか時間できてくしお金もできてくはずだから俺絶対スポーツだと思う、うん、スポーツとか芸能とか,かなんか。 いろんなものがくっつくんじゃないかなと思っててでくっつけたいんだよね、うん、なんかもうここはスポーツ版の情熱大陸にしたいみたいな、うん、だからなんかそれ考えたらひるきの存在ってめちゃめちゃ稽古でバスケット界でさ、うん、こんなさあの Twitter やったりとか SNS とかやってそのあの試合でさ あの大敗を喫した後にさここにバンって出てきてそれを赤裸々にここまでディープに語った上に、うん、岡山金ねこれで俺に勝たせるってどういうことだと言った後に社長との絆の話をしてもうなんかもう何をすごいよね情報過多でルしたいや情報過多だけど <laughs> もうメンヘラやないやだけどなんかそれをやっぱりやれる人たちが増えないといけないし、うん、だってメディアが追っかけてくれないんだから やっぱこういう場所とかを使っていかないとだめだと思うしさ、うん、俺別に俺は別にこんな隠さなくていい話なの全部今日話してる話とか、うん、だけどこれを聞いてなんかファンになってくれる人とかそのスポーツとかスポーツビジネスとかをすごい勉強してくれるとかなんかこう熱を持ってくれる人絶対いるから、うん、もう本んなんかね今日の話とかもいいしこれからも呼ぼうっていうなので、えー、スポーツ版情熱体力目指してるんでチャンネル登録等もお願いします。 うん、締めなきゃいけないんだけど、ちょっといくつか、えー、最後の締めはもう決めててあ、なんかいくつかパンパンってちょっとランダムにさあれだけさせてもらうけど、あの長友さんもう帰っちゃったかもしれないけど、うんあの、エージェント問題どう思うサクッと、えー。人それぞれだと思います。ていうかその、そもそもできるエージェントとできないエージェントを見極められない時点で。 そのエージェントリテラシーみたいなものがそもそも低すぎると思う。だって、もう、きな臭いやつはもう、<laughs> もうそもそも明らかにきな臭いですもん。だから、まず別れと、褒められたからって、ほいほいついて、なんかお菓子をあげたらついていく小学生みたいにさ、なんかちょっと褒められたからって、ほいほいついていく選手側にも問題があるっていうだ、ね。だから僕、結構やっぱ英語でしゃべれるし、英語でなんか SNS とかあげてると、 ほら今日本にも出入りしてるそのきな臭いまあ最近だいぶ減りましたけどきな臭い外国人エージェントとかも僕の現役時代はついて回ったりするんですけどああいや僕は自分で交渉できるからいいよとかって断っても別にまたメール来たりとかしていやもう俺このコーチ知ってるからあそこのチームのこのポジション空きがあるぜとか海外のこのリーグいけるよとかって俺言ってやるよとかって言ってああじゃあ契約書まで持ってきたらいいっすよみたいな考えるわって。<laughs> 契約書これができる。これが言える人。これが言える人。選手にこういうのをね、ちゃんと見てほしい。契約書を渡された。はい、はい、はい。っ,ってさ、読まないで書いちゃったんですよ。こんな記事書いてるけど、いいのみたいな、BJ の時とか。うん、結構、うん、読まないからね、びっくりしちゃった。まあ、長いっすからね、契約書、うんあ。まあね、そんなの見るってないんだろうね。うん、そんなね。ううん、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。 えっと、あれはえー、っと、どこだっけえー、長崎とアルティーリは昇格早々 B2 で上位に組み込めると思われますか一さんえー、どれだもう、えー、一回。え、どれだね長崎とアルティーリは昇格早々 B2 で上位に組み込めると思われますか、うん、どこが残ったんだっけえー、っと、福島が残って、香川が残って、越谷が残って、うん。 あとどこ熊本が残ったか熊本も残った西,の宮,か西の宮か。ありえるんじゃないですか<島>ありえるんじゃないですか ?CS には出ると思うなあ。僕もどっち、まあ、うん、どっちもありえると思う。十分にありえると思う。カンファレンスが西の方がきついから。うん、ああ、確かに。確かに。うん、確かに。 だからそういった意味では CS には出る可能性は存分にあるし CS に出ちゃったらえー、っとアルティーリとか長崎の強みはやっぱりスタッフ陣もやっぱり武器の一つでは絶対あるからそうな、ね、ームよりだから変な話そうだなで今えー、っと福島もヘッドコーチを ねええー、とどうするこうだっていう話で、うん、西宮もどうするこうだっていう話で、っびっくりしたな、えー、福島。うん、そう、いや、で、結局、まあ、どうすんだっていう話だけど、ね、今、なんかスタッフにそこまでお金をかけるという噂を聞いていないか、別にお金をかけるのが正義とは言わないけれども、まあ、お金が嘘をつかないときの方が確率が高いという言い方をしましょうか。 それなりの、うん、えと実力がある、実績がある人を担保できるっていう言いだからそういった意味でいくと、うん、プレーオフまで行ってしまえば長崎と千葉はすごくアドバンテージがあるのかなというふうには思います。なるほどね。いや、全然あると思うけどな、うん、4チームまた抜けちゃってるから、過去から。だからそう考えたら来年は全然。うん ストだから、いや、だけん、うん、どこが勝つってなった時に、うん、僕は、リクルートに成功した熊本か、うん。うん、う正直、福島とかは、あんまり、ピンとこないっすね、勝ってるのが。福島、香川は、今の状態で勝つのは、あんまりピンとこないかな。特にプレイオフの戦い方見た、見てからは。福島は、そんなに悪くないと思ったけど、 香川とかは結構、ああ、プレーオフ、うーんと思ったし香川でもあの1試合、あのあと1勝っていうのが本当に大きかったんじゃないかなって思う、うんうん、あれを勝っとけばよかったっていうのは、来年じゃあ同じ戦いができるかっていうと、西側に長崎が入ってきて、うん、で、同じポジションには入れなくなっちゃうんじゃないかなっていうん、残せたとしても。 選手を。うんうん、あ、と,と思いますよ。うと僕もそ同じ意見は持ってます。あ、違うわ。でも東に西宮行くんか。あ、そっかあ。それ俺見てないわ。西宮東に行くの奈良が西に行って西宮が東に行くんですよ。なんかあの都道府県番号順でね。そんなんなるんですよ。 まだ分かんない。まだ選手動いてるから分かんない。ちょっとどうなるか。もうちょっと見ないと分かんないけど、あのチームはさ、長崎とアルティリア割ともう見えるじゃん。だから、うん、そう考えると、うん、なんかこの辺は、えっ、ー、と、長崎、千葉、鹿児島、横浜は以上、す、え、で、ー、にお話しされてたので、今季 B3 で他に印象に残ったチームがあれば教えてください。シュガー。 えななくない長崎、千葉、鹿児島、横浜ああ、静岡、静岡。静岡、あと、まあ、埼玉が面白,面白かった、埼玉は。お鹿児島と埼玉いいってすごい聞いた。埼玉は泉君頑張ってたと思う、とっても、あの、うん、それすごい聞いた。くせ者集団。<laughs> あ、そうなんだ。 いや、くせ者っていうか、やっぱ一長一短の選手たちをよくあそこまで仕上げたなと思った。ああ、なるほどね。うん、別にオーウンは。バランスがいいって、泉くんのバランスがいいって。そう、だから、いや、すごくね、今年はやっぱり、まあ実際僕ら埼玉、天皇杯含めたら負け越してるし、一勝二敗で。うん、で、まあ面白いですよ。あそこをスリーポイントに本当に振り切ってて。ええー。 えすごいっす。3ポイント30本とか普通にもうアベレージで打つんじゃないかぐらいしますからね。もっと新種だ。もっと新種。あそ,うそうそうそう。すごかったっす、ね今年。今年結構岡田選手に譲ったけどね。全然スリーの人落ちた。うん、ミドルシュート打ち始めたから待って、ね。埼玉が平均28.8。 ああ長崎の次だ<ー>な。でも長崎はもうちょっとペースがおかしいから。そうだね。そうだね。本数パーセントで言ったらショットのパーセントっていうか、うん、確率じゃなくて、総、うん、ショットにおけるスリーポイントの割合だと同じぐらいなのじゃ。えーっとね、28.8と70.7だから99の、えー。いや、だから長崎がもうそもそもターノーバーをジェネレートしまくってるから。あー ポゼッションの数が違いすぎる。あ,<ー>あ、で、まあ、その話はしようと思ったら、まあ、埼玉来年戦うからあれなんだけど、ディエンスさえちゃんとルール導入すれば、もっといいチームになるなとは思った。お、修学、言うとこ、<laughs> 俺、たまに話すようになったから、少し知ってる。<laughs> まあ、でも僕なんか、それはコーチ、それぞれで意見があるから。OK。じゃあ、ラストの、これ、いこうかな。これでいいのかな。えっ、ー、と。 えー、今回の会場問題、今年は横割りの回収等があったので、はい、東京体育館でしたが、うん、他に選択肢があったのか、この判断は間違ってたと思うか、あのそもそもニュートラルってどうなのっていう、その別にさ、B3 だけじゃなくて、B1 も、うんうん、僕は B1 は,、うん、はホームアウェイやってほしいですね。うん やってほしいよねやってほもうもうそろそろその準備はできたと思うだから沖縄で見たかったうんあのファイナルなんか,なんかいやお沖縄沖縄沖縄行って宇都宮行って沖縄行ってとかめっちゃ楽しそうじゃないですかそんなのあのゲームセブンはどう思う 今さ、あの、見てて思うんだけど、ほら、すごいさ、20点差で負けた後に、次負け返してとかやりまくってんじゃん、カンファレンスセミファイナルとかでも、NBA のチームが。7試合って、なんかさ、日本でやったらどうなるんだろうって、この間ちょっと考えちゃった、あの、ボストンとマイアミ見てて。僕は、うん、5戦でいいかな。5戦、昔あったよね、ファイナル、JBL かなんかで。 5千でしたっけあの 3, アイシン、アイシン。だった気する。アイシンが勝ちまくってた時代。うん、そうね。いや、なんかそれ面白いよね。なんか211みたいな。221、うん、か。だから沖縄2試合、宇都宮2試合、最後5戦目は沖縄でとか。うん、めっちゃ旅費とホテル代とあれかかるけど。 いや、出せますよ、今のクラブなら。いや、あの、ファンの人もさ、NBA ってみんな行かないよね。あべ、全部ああいう態度の仕方しないよね、NBA ってそう言われれば、できないか。<laughs> 国土が <laughs>。<laughs> <laughs> そっか。いや、いやでも、行ってるやつはいるんじゃないですか。数は日本ほどあるかもしれないあ。いや、まあ、でも、ほら、もともと何万人のうちのこれだから。 確かにね、うんいや。だからなんかそれは。おじゃあ、ホームアウェイがいいと。僕、ホームアウェイがいいです。B3 だったらどうする ?B3 はのクラブが潰れるし。<laughs> あやっぱじゃあ中立そう今回さ、そうだ、これも聞きたかんたごめん。あのはい、緊張ってあったあんだけ人数入ったら。いや僕はないですよ。別にもともと B1 にい。わかってる分かってる分かってる分かってる。 そのほらだから、アリティーニの選手たちの方が、そこ慣れてるのかなっていうのはあった。いや、うちの選手たちは緊張は別になかったんじゃないかなとは思います。ゲームプランの戸惑いじゃないですか。あ,あ、そっち自分に向けるね、うん、最後まで。俺、ちょっと泣い,泣いちゃうからやめよう、それ。ごめんん分これ以上深く聞けない。うん いや本当、いやあなた、男だと思うよ。俺から言っても何にもなんないけどさ、えー、プラスにもなんないけどさ、いやちょっとあの、うん、あの最後にじゃあ、ちょっといくつかの、っ、はい、とトライフープ岡山ファンの方のコメントをちょっと伝えさせていただいて、はい、それでちょっと一言いただいて、終わろうかなと思うんですけど、もう本当にね、はい、なんか泣いちゃいそうなのがあったから、あゆみすみれさんかな 岡山に来てくれて本当にありがとうございます」うん、っていうのと松坂さん反骨精神はエネルギーになりますね岡山に縁もあるので頑張ってほしい、うん、でえー、っとヨシ、えー、T さんトライフープ岡山をぜひ B2 に昇格させてほしいです響、うん、さんの中島社長との思いを聞けて嬉しかったです、うん、来シーズンは、えー、今年以上にトライフープを応援します 一人のファンでは何もできないですが、トライフープの良さを会社で伝えて、えーうん、ジップアップに連れていきます。うん、いいな、こういう人がこういうので、一つずつ増えていくと、一人ずつですけどね、増えていくと、本当にいいことにつながっていく。ムーブメントって一人でも起こせるからね。うん、から、あとね、なんかどこだっけな、どこだっけな、一つあったんだよな、伝えたかったやつ。うんと、あなたはやっぱすごいね。 ただただ感謝、悔しい思いを、来季につなげましょうゆゆぎあ。スマイル岡山さん、杉見佐藤さん、男。<laughs> 男。いいなぁ。なんか、あと、えっ、ー、と、アルティリのファンだけど、えっ、ー、と、ひるきさんのファンになりましたとか、結構あ、うん、KT さん、ファンになってしまいましただって。ありがとうございます。うん一言言ってもらって、あとはちょっと、 あのもっと短くあれしてさ、ばっとご意見番になってたまに来てよ。なんかなんでも喋れる人いないからさ、いやいやこんなに喋ってくれる人も、うん、喋れる人もいないし。じゃあ<う>次回はビーツ上がったらっすね。うん、長いな。ダメ <laughs> ダメ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 。いやだって僕も,も僕ビーツ上がんなかったら、ちょっとコーチお休みしたいっすもん。一回休んでまたやればいいじゃん。 俺休んでるから。うん、いいよ、休むのいいし、こうやってさ、今まで話せなかった人と今話させてもらって、俺憧れのひるきさんとこうやって話してんだよ。うん、もう最高だよ。だから、休みだよ。全然俺休むこと超勝利ですね。いや、あのね、やってみて思ったっす。あのね、ヘッドコーチは休んだほうがいいっす。うん、あ休んだほうがいいと思う、俺も。うん、休んだほうがいいっす。 何年間かまあだから別に3年でもいいし5年でもいいんだけど、うん、なんかだからあのー、ポポビッツさんとかあとえっとジェリー・スローンさんとか怪獣怪獣やばいっすよね怪獣頭おかしいっすよねだからそういった<獣>意味で言ったら俺も君一さんとかもうどういう脳みそしてんだろうなとトム・ウィスマンとかコーチ・ベックとか、うん、怪獣,怪獣 あんなさなんかさあのほら真夏のね群馬とか真夏の群馬だぜ、うん、なんか日本で一番気温高くなるようなとこでさなん,かなんか冷房もついてない体育館もたまにあったりとか一回見たんだけど、うん、あそこでさいやそれコーチできるみたいな,なんか死の危険はないのかみたいな、うん、<laughs> 70超えてますからね <laughs> 73? で顔真っ赤にしてもう。うん でもあの君和さんとかもすごいやっぱオフとかオンの切り替えがすごいうまいし、うん、人をちゃんと育てれるよね、任せれるし、うん、だからあの人たちは多分バランスがいい、なんかすごい。うんうん、でも昔は試合数がさ、今ほどなかったじゃん。この時代に入ってこなかったし、28試合とかだったよね、<の>レギュラーシリーズ3月に終わってましたからね。 終わってた、終わってた。28試合、<laughs> 35試合ぐらいだよ、だって。もう、春、うん、殺は8チームしかないし、スカウティング行ったってさ、全然じゃみんなも何十回もやってるし、ヘッドコーチ何年も変わんないし、<laughs> ずっと同じ戦術だからさかあ。あれめっちゃ面白かったっすよね。僕、JBL いた時にめっちゃ面白かったのが、うん、コービー・ブレントの親父が <laughs> ジそ、ジョーが、じゃあ来週は、 かあの東芝ブレイブサンダースとやりますっつって東芝は俺も、うん、東芝はどんなチームだとかって言ったらねあったね東芝はねボールスイングしてねバックスクリーン、ね、これがこれでとかっつってそしたら桜井亮太とかがおそしたらこれもあったなこれもあったなって言って結局選手たちだけでもう10プレーぐらい出てきてもう別にコーチの仕事別にないみたいな <laughs> あ,あもうそういうやり方 いやいや、ちゃんとジョ、ジョーは、えっと、パーソナルはめっちゃうるさかったっす。あ、そうなんだ。パーソナルはむちゃくちゃうるさかったっす。例えば、もうこいつは何が何でも左行かせろとか、あ<ー>こ,こいつはもうわざとスピンさせろとか、あはこいつは、こいつはドリブルつかしたジャンパーを打たせろとか、めちゃうるさかったっす。やっぱりプロ選手だね。選手だね。まあ、だから NBA のコーチって感じし結構したっすね、なんか。そっちか。 うん、<う>なんかでもそれ以前に多分ジョーが JBL でうまくいかなかった理由はえっとオフボールスクリーンの多さとワンワンの少なさが当時の NBA とは全然違ったからああ<ー>なんかで今こう考えてあとはその選手がやっぱり答えを求めすぎる 嫌いが昔の JBL はやっぱちょっとあった。あったね。あったね。うん、この時どうするんですかいや、こうされたらどうするんですかあったね、うんうん。で、それをジョーは結構嫌ってた。まあ嫌ってたというか、いや、そんなのはプレイファッキンバスケットボールってよくこってたっすね。<laughs> よく言うよね。<laughs> バスケットボールみたいな。そう,そうそう。S <S そうそう。だからそれ、桜井さんとかは結構ジョーと一緒にやって、うん、その感性、うん が新鮮だっっったたみいいで面白いって,言っててて言成長でき,<ー>できたみたいなことは言ってましたね。なるほどね。まあ、ジョーはかなりルールなかったんで。そう言うよね、それ聞いてた。うん、選手任せだっていうか、結構ノリでやっちゃうって聞いてたから。うん、でもそういう特徴はこだわりはあったんだね、やっぱりコーチだから。そうっすね。まあ、あとカリス,カリスマはあったっすね。<laughs> まあね、コービー・ブライアントのお父さん みんなの、うん、みんな言うこと聞いた <laughs> そんなことはない。そんなことなかったっすね。JBL の側強かったっすね。ただ、その言ってることはやっぱ、外国人の選手とかも平気でゴリゴリ詰めますからね。なんでそのショットコンテストしないの<ー>お前バスケットやめちまえよぐらいのこと平気で言いますからね。お前日本,日本に高い金払って、ここに呼ばれてるお前の意味は何なのつってパ、パフォーマンスを見せることでしょみたいな。帰れよみたいな。<laughs> 外信の方がそれさパーハラとか今言われてるけどさ外信結構いっちゃってるよね <laughs> 大丈夫なのか <laughs> それまた別のイシューになっちゃうけどヘッドコーチのとこだけ体力的な問題ですか、うん、それとも先日のアッ,プドアップデート的な問題でしょうかだってえっとねまあその 経験値爆上げクエストをやるのであれば多分お休みした方ができるかなとは思う。なんかけ一回お休みして、うん、自分のつてを使ってアメリカのディビジョン1とかヨーロ,、うん、ヨーロッパのクラブとかに、うん、もう、はい、1ヶ月ここ1か月ここ1か月ここってもピョンピョンピョン飛び回った方がアップデートはできると思うけれども,、うん、れども別にやりながらでも、えっと、僕らの,そのプロのコーチって のなんか僕らは相手から学べることが死ぬほどあるから。あるね。わ、うん、かる。うん、だから、やっぱり強いチームとかいいコーチがいるチームと対戦するの、結構変なワクワク感は僕は結構あったりとか、振り返った時に、うーわ、やられたー、それもろたみたいなやつとか <laughs>。

うんだからなんであなたは今このポジションに立ってるんですかなんであなたは今パス出さなきゃいけないんですかなんでこうなんですかっつったらこれがこうなるからこうでしょでこうなるでしょこうなるでしょっつったら選択肢がこことこことここぐらいしかないのよみたいなそこまでいくんだっていうのを言いたいもちろん言えない時もあるんですよでもやっぱり僕の強みにはしたいそれを 言語化っていうところは、ね、英語でもできるし、うんうん、なるほどね日本,語日本語でもすごいもんね、言葉。そこを意識してんだね。いや、すげえ、体力的ななんで休みたいのじゃえなんか、僕、多分なんか、性格的にヘッドコーチが合ってない <laughs> って言ってます、どう思いますか <laughs> いや僕はもうダラ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 したいんですよ。もう朝起きて。出た、出た、出た,た。休みたい、朝起きて仕事したくない。そう、コーヒー飲んで、なんか優雅にランチとか行って、映画見て、帰ってきて、なんか4時間ぐらい働いてっていう生活したいです。あなたはね、あの、狩りに出てなきゃダメだから、結局ね、<laughs> それをやったらね、なんか3週間ぐらいで退屈して、 また戻ってくるんだよ。だから休みないかズボンサー来てくれた。だ,だから、会社、会社、あ,あ、だからさ、クラブの中で、最近僕ずっと GM やりたい、GM やりたいって言ってたんですけど、最近ね、分かったんですよ。僕の一番なりたいポジション。うん。会長。うん、<laughs> 名前、<laughs> 来たい時に来る。そうそうそう。たまに現れて、偉そうなこと言うやつ。ね、で、選手とかに、ううん、なんか、おい、お前。 今日頑張ったなっつって、俺これやるぞっつって10万ぐらい渡して。あと20年ぐらい働いてからそのポジションに立ってもらおうかな。<laughs> 会長ってもじゃあ、これから会長って言うわ。いや、まだなってないですから。本当本当。いや、本当にいや。今日もうこんな時間はもう2時間だ。ごめん。さあのもう350、今もまだ350人の方が見てくださってるんだけど、じゃあ,ありがたい限りですね。一言、もう本当ありがたいよ。はい はい、最後に一言いただいてはいまたじゃあ次回の番宣をして終わりましょううん消えちゃったよいやいいよやってあとあなたのあ今俺これ一人タイムそう <laughs> えっと長らくのご視聴ありがとうございましたまあこうやってえっ、ー、とだらだら好きなことを喋らせてもらえるのは本当に え楽しかったですし、まあ、リスナーの皆さんとかも様々なアプローチを、えー、してくれて、メッセージとかもとても励まされるものでございました。あのー、賛否両論ある僕みたいな存在ですけれども、一人ぐらい僕みたいな人がバスケット界にいてもいいんじゃないかなとか思って普段生きていますので、これからも注目してもらえたら嬉しいななんて思ってます。僕はたまたま今、岡山のヘッドコーチをしてますけれども、リスナーさんは多分岡山のファンだけじゃないだろうから、 バスケットをもっともっとみんな好きになってあのもっともっとその素晴らしさを周りの人に教えていったらなあなんて思いますので今後とも注目をしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、えっと、え次の TTT はいつですか次の TTT はね,、えっと、ね、決まってない。決まってないやんや、うん。次の、ね、週は多分。 カー水木のどれぐらいその辺だと思う。カー水木か。じゃあ、岡山のビッグサプライズ発表はニュアンスはニュアンですかニュアンスしたいですけど、そうっすね。なんか、えっ、ー、と。六月中、はい、?7 月中ビッグニュースなんすかね僕が,僕が対談とかですかねあ、そっちか。<laughs> じゃあ本当に長い時間ありがとうございました。はい、皆さんもありがとうございました。はい、じゃあ、あのーうん、引き続きいろんなビッグゲストが、えー、来週実はあの人が来ます。B3 のあの人、<お>誰でしょう、うん、あの人とは、うんえー、エクセレンスのこの人、うん。エクセレンスじゃないじゃん、もう。いや、まあねあ。だって6月30日までエクセレンスって言ってたから。 <laughs> 契約上でしょ、それ。そうそうそう。そう網の上での話あ、ねいや。でもね、レジェンドだから同い年なんだよ、俺。あそうなんす、ねかうん、もう本当パイオニアだよね。こ選手権、チームとかありえないし。僕、あれっすよ、<laughs> 宮田さん、中学校の時から知ってるんですよ。なんでやねん。僕が中学、僕だから、うん、ほら、同い年の子たちが相手にならないから、大人とやるのが好きで、ね。 だから元 JBL 勢が集まる体育館とかにめっちゃ出入りしててその時のつながりで僕がちょっと行ってたクラブチームにアメリカから帰ってきた時の宮田さんがいて早稲田アメリカはいそうで、はいめっちゃ面白いしかもめっちゃ宮田さんっぽいですこの話が宮田さんバスケもう大好きすぎるから宮田さんアメリカ行ってオンタリオウォーリアスだったかな、うん、契約して、うん でしかもなんなら、ま、活躍もして、うん、宮田さんがですよその、まあ、宮田さんが JBL に行くなんて誰も思ってなかった時代に、うん、思ってない思ってないそうまさか<で>しかもトヨタ、うん、そうでトヨタの契約決まったっつってうわ半端ねえっつって誰だこいつみたいになって。うん で僕は同じクラブチームでやっててうわ、宮田さん、マジうまい殺したアメリカでやってたし、すげえっつってしかもなんか今度クラブチームの大会一緒に出てくるんだ、大丈夫なのかなトヨタのシーズン合流前に大丈夫なのかなつって思いっきり念座して <laughs> で,で、トヨタにすこたま切れられてうおおす聞いとこメモっとこう。まあ、めっちゃおもろかったです。ほんとにやばい。本人、それなんつってたの <laughs> 聞いてやろう、ろ<や>聞いてください。めっちゃおもろかったす、それ。じゃあ、ちょっとコメントをしと,しといて、してきて、してきてじゃないなんか。だからしかも、みんな、俺ら止めてたんですよ。いや、宮田さん、ちょっと今、やばいっすよ、みたいな。<ー>ちょっと、さすがに大事取りましょうっ,つって、うん。大丈夫、大丈夫、うん、俺プレイしたいから、みたいなノリでグリーンって <laughs>。うわー、やばいねいや。そんな宮田さんにもお話が聞ける6月9日9時から。 になるんで、うんえー、ぜひぜひ来ていただいて、あと引き続き、あのヒルキー、えー、GM 兼ヘッドコーチでいいの、はい、なんかインスタもそうだしあの、ツイッターもそうだし、TTT も最高だしあの、ひたすらこの人は面白い人なんで、これからもぜひ注目していきましょう。はいあ、コメント欄になんか大事なメッセージが僕の友達から書かれてるんで、それだけ注目していただければです。それでは皆さん。なんだなんだ 何 <laughs> だなんだあれどこ行ったどこ行った <laughs> え俺分かんないよそれあごめんごめんそっかそっか 3x3 っいいの、うん、いや違います <laughs> どこ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 にあの <laughs> 僕,の僕が趣味でやってるゲームチャンネルのアカウントからチャンネル登録お願いしますってコメント入れといたんで <laughs> どこにあるの <laughs> まあ気になる方はアーカイブで探していただいて <laughs> はいわかりました。ということで、あの、なんか来てるらしいんで、<laughs> おいお、見つけられない皆さん、じゃあ、ズモンさんもありがとうございました。じゃあ、また来週、ありがとう、失礼します。バイバイ。よし。